お、やべえ、始まっちゃったぞー。ほら、ワクワクしてきたぞー。ちょっと待ってね。これ、ちょっと接続をして、これでちょっとテストをして,いって。テスト。テストで。久しぶりにパソコンで配信してるから、テスト。ちょっと待って、テストって書けない。テストえちょっと待って、あれあ、出てきた。できたあ、右になんかほら、出てるよね。あ、できましたね。 オッケーでございますはい。じゃあですね、あのー、まあい,いや、誰か一人入るまではちょっと、ウェイティングするから。あの、今日ね、まあ、大半の会社が、<laughs> 思いっきり今、表月開けたんですけど、大半の会社が仕事をしま、あの、年内のね、あの仕事締め日なんですよ。 だからね、うちの会社もそうなんですけど、で、終わったんですよ、今年は。だから、あの、ちょっとね、でね、だやんなきゃいけないこといっぱいあるんですよ、僕、課せられたタスクとかもあるし、あの上司にとかもやっていかなきゃいけないし、あとね、あの会社の人に漫画をね、の続きをね、早く書けと、すごいせかされてるんで。 あ、やべえ。これ人来ないってことは、こんな時間にみんな飲み会とか行ってるから、配信見てるような人、寂しい人いないっていう警告ですかこれ、あの、人類の、あれですか、警告なのかなまたこれ、俺さ、あ、いや、1個だった。うーん、さあ、まあいいや。この配信、実は実用的な配信で、あの、あれなんですよ。 あのー、私が、お願いイラストを書いて、まあ、この配信見てる人にはネタバレるけど、えっ、ー、と、見てる人今いないからね、一人も。なので、あの、ちょっと作ろうと思ってね、作って、お願いあ今一人入ってきた。ちょっと、あ、逃げないで、逃げないです。一 <laughs> 人入ってきたことを、ちょっとごめんなさい、確認しました。なんねねお仕事、皆さんお疲れ様です、本当に。 2022年ね、終わるから、もうすぐ。もう間もなくだ、カウントダウン始まってるよ、もうすでに。そう。で、私は、ね、年賀状を書こうと思って、今後ろに何が起動してるか見ればわかるんですけど、これノベル AI っていうか、あれステーブルディフュージョンなんですけど、AI の力を借りて、まあ、年賀状を作っていこうかなと。ちょっとこう、 格しておりますでどうやって作るかなんですけど、実は最近ちょっと僕、あの、サンタ絵とか描いたんですけど、描いたというか作っ、それも AI で作ったんですけど、サンタのね、画像とか全部 AI で作ってるんですよね。この、この絵。はい、いらっしゃいませ。どうも。はーい。 まあ、とにかく、でね、あのー、実はなんと、あのー、僕の、ねあのー、今まで顔のイラストを描いてくださってた方は、元プロの漫画家の方で、名前出すなって言われてるから出さないんですけど、であのもう忙しいから、あのー、関わってらんないですって言って、ちょっと見切りをつけられてしまったんで、新しいその方からの絵は供給されないことが確定してるんですね。 なので自分の力でそれをなんか駆使して新しい絵を作れないかっていうこうなんかちょっとチャレンジな感じで AI 使ってるんですけどあのだってさほらあの僕のツイッター見れば分かりますけどクリスマス絵とか普通にねあの一から描いたかのように見えつつも実はあれ一から全く描いてない絵描いてないですかねあれ僕。 なので、ちょっと、あの、あれです、僕は、あのまあ、ネタバラシをすると、あの、顔は、あの、デザインをしてくださった元プロ漫画家の方にの絵を実は流用しつつ、あの、体は、あれです、実はね、これね、あの、ちょっと、なんかね、結構、あの、そのまんま映すと絶対問題があるんですけど、恋活なんですよ。<laughs> 恋活昔 V カツとかあったけどコイカツなんです。だからね体 3D なんですよ。体をでもねあの AI に顔だけ絵であの体が 3D であのいろんなポーズしてるっていうのを飲ませると 2D 絵になるんですよ。ね。というのをやっていこうかなと思います。これなんでこの枠を取ったかっていうと年賀状作るの忘れそうだから <laughs>。 早いうちに、あのあれツイッターのとゆとよ、えーっとね、予約投稿でできますからあの、1月1日0時00分になった瞬間に、2023年もよろしくお願いしますってを書くのが、ここの目的ですね。はいであの、ね、ちょっとコイ活のねあの作業風景って映しちゃダメらしいんですよ、なんか。って聞いたんで、あのちょっと。 あのステーブルディフュージョンのとこだけみんなには見せる。まず、ちょっとじゃあ、あの、なんか、ざっくり、ざっくり何やるか説明していきますけど、ちょっと待ってくださいね。えっと、ちょっと待って、ね、デスクトップかなデスクトップあった。えー、っとね、透過画像。えー、っと、あれどこだっけちゅちゅあれどこ行ったあったあった。あった あ、ウィンドウ、あ、そっか。ウィンドウにしてるから、他のウィンドウ映しても見えないんだ。ああ、まあいいや。とにかく、エッシさんが描いてくだ、エッシさんとかマンクプロ、元プロ漫画家さんが描いてくださった絵が今ここに出そうと思ったけど、ちょっと映ってないんで、すいません。はい。じゃあちょっとね、あ、ああ、でもマジで映んねえな、これ。あ、あれか、あれやればいいのか。な、なんだっけ。なんかちょっとあんまり、こう、 あれの使い、<laughs> OBS の使い方慣れてないから、ちょっと待ってね。えー、っとね、ウィンドウキャプチャーどうだろう。まあ、めんどくせえからいっか。<laughs> とにかく、そういう感じで作ってます、実は。うん。まあ、これが最適解とかとかじゃないと思うけど、僕は、あのー、 楽だから作ってるっていうか、楽とか、楽とか。いや、じゃあ仕事忙しいんですよ。忙しい中でもエンターテインメントをあの提供するためには、いかにコースを削,あの削減していくしかないってなって思って、今、氷結を飲みつつ、ちょっと作業している感じですね。はい。じゃあちょっと恋、コイ活でね、あのー、着物を着てるキャラをちょっと探すから待って。 とね、どうだっけ、キャラメイクかなごめんなさい、今、こういうカツ聞こえたかなわかんない。デスクトップ音声入ってるのかなこれ。あれでもね、作業中の BGM は切ってるから、SE が一瞬入っただけで、あとは大丈夫です。そう。イリュージョンに訴えられたら嫌だから。そうだからが、画像としてはちょっと出さない。まだ。ちょっと皆さんのね、ぜひね、あの2000、2 0 0 2 23年2023年を意識して、えっとテーマにするか、あれ、うさぎだよね。だバニーガールみたいな布にするか、単純に着物を着てるにするかの二択なんですよ。今の中では。僕は別に着物があればいいかなって思ってるけど、なかったら、バニーガールで逆バニー、逆バニー逆バ,ニーバンされるかもしれん。あの、シャドウバンされるかもしれないから、 逆バニーはやめた方がいい。僕の性癖としては逆バニー好きですけどね。逆バニーが嫌いな人いないでしょ。だって世の中に。ね、ちょっと待って、すごいでかく出たけど。逆バニー嫌いとか相当あれじゃないですか、なんか。逆バニーって何ってお言,言われたらちょっと俺は見てくださいと。AV にもあるもんね、逆バニー。俺ちょっとね、逆バニーで AV 探したが結構あって、逆バニー、 しこい僕ちなみにねあの会社の忘年会であのプリキュアのねエッチな絵を描いてる人にねあのイラストレーターさんの方がこ個人でね絵のプリキュアのエッチな絵を描いてる人いたんですけどあのいつもお世話になってますって言ったらすげえ喜んでましたよ <laughs> なんか昔読んだ本だとねあの なんかそういうど、エロ同時に書いてる人とかに、あの、しこれましたとかと言うと、すごい嫌な顔されるから言うなって書いてあったんだけど、なんかすげえ喜ばれたから、じゃあこれからも、もうすごい、あの、20リットル出ましたとか、<laughs> 20リットルも出ねえよ、もうこの年じゃ。はい、ごめんなさい。はい。あれなんだ、今、ぴょいってできた。もしかして、ちょっとあれかもしれない。ちょっと待ってね。 でラムダさんもういきなりさ、休みになったから、いきなりじゃねえけど、もうほぼ予定通りなんですけど、本当はね、コロナを3回、コロナじゃない、ワクチン3回打ってたら、あれに行きたかった。ユ,ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行きたかった。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、なんだっけあの、今だって、ほら、GoToTravel トトのやつなんかやってるじゃないですか。でもあれね、コロ、ワクチン3回打ってないとできないから、僕2回なんですよね。 そうなんで3回目打ってないかっていうと転職のゴたごたでね打ちに行く暇がなくてできなかったんですけどまあそれはいいやいいのかうちの親なんかなんて次5回目とか言ってますからねああそうっすかっていう感じなんですけどうんまあ g o t トラベルで得どれぐらいするのかまあよくわかんないですけどまあじゃあ作っていきましょうかなんか ちょっと僕もね、実は今日すっげー眠くて、なんでかって言うとね今日、昨日の忘年会があったんですけど、社内の社、社内っていうか自分の会社の、あのね、もう飲みすぎた、完全に、今日仕事になってなかったもん、ほとんど。だから飲みすぎた行為、二日酔いにと戦いながらなんで今日、今もまだ眠いから、配信しちゃったんですけど、ちょっと、あの、なんで配信を開始したかっていうと、自分を追い詰めてるんで、 じゃあちょっとまあ追い詰めないとやらないタイプだからじゃあちょっと待ってね今着物着てるキャラクターちょっとカード探し,探しますあのこういうかつのやつちょっと人にはあこれは見せたらいけないと思うからちょっと見せないんですけどちょっと待って着物着てるやついたかないや絶対いたんですけどなんかコーディネートっていうやつでさ あの着,着替えなないいと出ててこないかってすんだよね最初から着物着てる状態でスクショに写ってるけどあんまいないからちょっと今差がす,すごいねあの気がついたらめちゃくちゃ枚数たまってるあの入手してるから多分出てくるとは思うんですけど着物着物日本,日本の着物だよ人のあ,のあれからパクってくるか自分で作るか っていう二択はありますけど、まあ、やっぱ僕センスないから、<laughs> あの他の人のやつを参考にしたいかな、みたいな。まあ言い訳はすごいひどいわけですけど。ケイモのを聞いている、なんだっけ、この間ちょっと思考目的で再,あの再生したキャラクターの一番下のところの,あのコーディネートがね、 あの着物だったんですけど,ど、誰だったか忘れちゃった完全に。えー、っとね、それは困っちゃう。あれ、どれだっけ着物。どれだったかなちょっと待ってください。すげえね、何百人もいるから、カード。ちょっと今ね、上から下まで今見てるんですけど。着物だよなうーん。 なんかもう、観光のキャラクターの服とかでもよくねみたいな。いや、ダメだ。それはダメだ。だ、妥協、変な妥協すんな。着物を着るキャラクターだよね。どうだっけうん。いや、いらはいい、いらはいい、いらはいい、いらはいませ。 着物着てる恋活のキャラクターを作った人が絶対いるはずで、なんだっけ僕の結構お気に入りキャラだった気がしたんですけど、誰だったかなあ、知らぬに舞かもしれない。あ、でもな、これ、これはこれでちょっとなんかまた、そう、確かに着物着て、あ、でもいっか、知らぬに舞知らぬに舞で行こうか。ちょっと、ちょっと待って、知らぬに舞いを、皆さんにね、恋、 復活の画面ちょっと見せるといろいろと問題あるっぽいから見せてないんですけどちょっと知らぬ今い,いをちょっとね今読み込んでみて試してみますちょっとあの皆さんには見えないとこでねもう見せちゃうとあのイリュージョンに訴えられるかもしれないからちょっとそれは嫌だ確かねあった気がするの知らぬ今あいらっしゃいあった あったけどおっぱいこれすげえ出てんけどあこれでもまあこれはでも丸パクりなんだけど <laughs> やべえな確かに着物あったけどこれどうなんだろうお,おっぱいがいっぱいおっぱいがいっぱいちなみになんかねこういうか面白くてあのー、なんだっけ あの、綾波レイのさ、すごいおっぱいがでかいのを描いてる人いるんじゃないですか。あの人のバージョンの、誰かが 3D 化して作ってるやつとかあって、同人再現とかあんの、ね。そう。で、ね、浅賀さん風とか。あれ面白いですね、すごい。着物これしかないか。な、なさそうだな、なんか。ないね。 デレってッテッテゲでーププーあもうすぐね、あれが始まるらしいですから、あの、あの、MF ゴースト。そろそろね、ユーロビートもね、再始動する可能性はありますが。着物全然出てこないや。じゃあちょっとこれにしてみますか。なんか別に僕の写真だしねし、所詮は。ちょっと訴えられなければ何でもいいかなと思うので、ちょっとこう、コーディネートちょっと待ってね。 確かね、これが一番、あれかな。ああ、これもう、で、ポーズを、初見さん、あどうもありがとうございます。あのー、株式会社ヒッキーという会社に勤めているエンジニア、ユニティエンジニアのラムだと申します。はい。なんか、面白いことがあったら、やっていきたいなって思っているような、しょぼいやつです。はい。 しょぼいやつ知らんけど <laughs>。ああ、なんか着物でポーズ今撮らしてるんですけど、難しいね。あーでもこれいいんじゃないあーこれめっちゃいいじゃん。あーこれがいいわ。あこれだわ。あったあった。えー、っとね、新年明けましておめでとうございますみたいな。今ね、新年おめでとうございますの絵を AI で作ろうとしてるんですけど、僕の場合 AI をフルで作るんじゃなく、使うんじゃなくて、あの、イメージイ、イメージで作っていくから、 で、そのイメージ、イメージの元がね、あれなんですよ、あの、なんかイラストはあるんですよ、すでに。あの、も、元プロ漫画家の人が書いてくださってるんですけど、あの、お友達にて、でも、なんかもう、ついていけないって言われたんで、あのついていけないというか、忙,忙しいのか、ちょっと正直、なんかちゃんと言ってくんないんですけど、 そうそう。なんかどういう理由で。まあ多分ラムダさんのことが嫌いになったとかでも何でもいいんですけど、言ってくんねえから、わかんないんですけど、正直。うん、まあでもちょっと、やんないって言われちゃいや、やらないですって言われちゃったんで、これ以上先は。だったら、まあ僕がやるしかないですよね。自分で。OKOK。で、ちょっと待って。何が起こるかちょっと、じゃあ、あの、ごめんなさい。早く恋活のちょっと今処理やってるから、ちょっと待ってね。 こういう形の処理はほどほどにしとかないと。あ、やべ、紙がある。紙、紙があると邪魔だから、ちょっと待って、紙消す。紙ね、後ろ紙がね、あるんすね。知,知らんのに前から今撮ってるんですけど、多分ねポニ、ポニテみたいになってるから、ポニテ消さないといけない。これ、しかも紙、髪の毛これ、アクセサリーかあ、アクセサリーの紙だ。これ消す。あ、でもなんか、まだある。 つけ毛っていうのがある。髪つけ毛ちげえな。なんかもっと。えなんか後ろの髪えこれどこポニテールいや、まあ皆さんにごめんなさいね。全く伝わってないと思うんですけど、別にそこ気にしないでくださいとしか言えない。これもいらないかな。なし。あ、だいぶ薄くなってきた。髪が。坊主とかよくわかんないんだな。 これ違う。スフィアとかのもあんねえ、髪、髪なんかね、めっちゃすげえポニーテールあんけど、これ、どれ <laughs> どれなんだよ。ちょっとごめんなさい、今いろいろと探してますで、ね。皆さんに見せれるところまでまだ行ってないんで、なんで行ってないままに配置が始まるかっていうと、ラムダさん、こうやって、 配信が始まると、もう、あの、後に弾けなくなるからっていう理由だけですね。はい。そうしないとやんねえから。あったこれだあー、消えた消えた。オッケーオッケーオッケー。あーっとね、これであと前髪かな。前髪を消せば多分いける。前髪どこだシリンダーじゃないでしょ。どっか取ってきてんだこれ。前。 あ、これか。あったあった。はい。OK でございます。OK!、うん、バッチ。えっ、ー、とね、これで、なんだっけ。あれ。えっ、ー、とね。あー。いや、いけるかな。いけると信じて、私は行きますよ。これぐらいのサイズにして、OK、OK。で、あとね、背景を単色にして、 これね、あとあれなんですよね。あの、なんだっけ。えー、っとね、アウトラインの太さをね、結構こう太くしとかないとね、あ、これか。あの、AI 側でね、判断してくれなかったりするんですよそうこうあの。手がくっついたりとかする。融合して。 それでもね、もう足りなくて、あれになったりするんですよね。結局僕があれを描かなきゃいけなくなる。あの、なんか、イラスト加工ソフトで線描いたり。あ、もうこれちょっと、股のあたり。あ、全然別に構わないですけど、あの、僕は構わないですけど、あの、別に、あの、ご本人の自由ということで、はい。だってね、 そう、私に入れるほどの価値があるか、僕にも分かんないので。<laughs> はい。まあ、それはご自分の判断で良いですよ。で、ちょっと今ね、もう。はい、はい、まひ。はい、お、できた。えっとね、まず、服、服というか、あ、やべ、ちょっとこれ見切れてるわ。やばいやばい、見切れちゃってるから、こんなもんか。で、もうちょっと大きくして。 えな何これこっちか。はい、ああ、これいけるのかなこれ。あめ、ありがとうございます、本当に。いや、そうですね、あの、あのドンブラザーズじゃないけど、人間って縁でできてるから、そう、僕、あの、こないだ、会社でね、あの、LT って、 ライトニングトークっていうのをやるんですけど、そこで自己紹介ライトニングトークやったんですけど、あの、この世は円でできてるっていう話をしたんですよ、ちょうど。で、あの、なんどういうことかっていうと、私、あの、ほら、動く城のフィオ,フィオさんって VTuber とかやってる、まあ CVO とかもやってるんですけど、社会社のね、偉い人、役員。あの、その人と、 僕ね、あのー、バーチャルキャストで、あの、活動してたら、なんかあのー、なんだっけ、リアリティ企画を決定戦とかいう謎のリアリティ社に、こう、オーディションに受かれば出れるよみたいなやつあったんですよ。で、シャレで受,かっ、ね、受けてみて、パラパラ踊ったら、受かって、何の間違いか知らないけど、あのー、六本木のね、どっかにあるあの収録スタジオに呼ばれてですね、行ったら、横にいた人が、 フィオさんだった。では僕ね、あの、今のね、ヒッキーの社長にね、言ったんですよ。あの、僕、実はあの VR より先にリアルでフィオさんと会いましたって言ったら、あの、船越社長ビビってましたからね。え、そうマジそんな人いないみたいなんで、なかなか。僕、レアキャラです。はい。ままあですよ。本当だよ。 僕,だあのね、あの僕もそうだったんですけど、ガッチガチに緊張してて、て台本とか渡されるから、何時何分になったら、こういう順番であの、なんだっけ、出てきてくださいとかさ、台本にきっちり書かれてるから、やべえとか思いながら、ジャイミヒオさんも一言も喋らないねあの、あれでしたね、ガッチガチモードでしたね。でもね、女性のね、女性のねあの方はね、すごい。 あの九条りんご様とかね、あの、朝野るいさんとかね、まあインサイド、インサイドちゃんマーク2さんとかいたんですけど、あの生身なんですよね、みんな。リアリティ頭おかしいと思ったのはあの、なんとね、チャレンジャーの皆さんを、あの、あれなんですよ、ロビーっていうところに <laughs> 集めて、生身同士で会話させてるんですよ。<laughs> 僕ねリ,フリスナーにすごい近い立場だからなんでたなんで俺に魂見せてんのっていうこう憤りを感じたよねやっぱりこうだってさ VTuber の魂っていうのは見せちゃいけないものだと思ってたからあのなんでそんなナチュラルにこう生身をさらして <laughs> うーんそう でもね、やっぱね俺、リンゴ様マジですごいなって思いましたね。あのリンゴ様ね、すごい気が利く。っていうか、リンゴ様面白いの。リンゴ様なんかさ、配信聞くと、なんかこう、ちょっと高飛車な感じするじゃないですか。だけどね、あの現場ではね、あれだからすげえ気遣いをして、お菓子食べますかとかって言って、お菓子を配ってくれたりするんですけど、なんかね、あの食べかけのね、 あブドウグミだったんですよ。<laughs> あのまあいやいいんですよ。好意をすごいね感じたから嬉しかったけどた食べかけのあのすいませんこれ私の食べかけなんですけど食べますかとかって言われてあのマジでこれ本当だからねマジで。<laughs> えって思う。<laughs> リンゴ様いきなりさ、リンゴ様ちなみに、あのあごめんなさいあ、あんまり言うと営業妨害かもしれないからあんまり言わない方がいいかもしれないですけどあの、普段はさ、ちょっと低めの声じゃないですか。あの全然普通だからあの。めっちゃ可愛いボイスだから、マジで。あの普段はあの、ね。リンゴ様って言われてもきわかんないよ。マジで。で、いきなりこう皆さんのところにあの、ね、食べかけのグミを配って、食べますかとかって言われて、 食べたよ <laughs> 美味しかったよ <laughs> 食べかけだけど食べかけって別にかじ,かじってるとかじゃないからあのほら何十個入りかのグミのパックのやつを食べますかみたいなやつででねすごいみんなみんなやっぱねプロの VTuber さんはそういう気遣いができるからあのね何だっけアイス買ってきてくれた人とかなんかいっぱいいてあやべえ俺ど素人だから全然分かんなかったそういうのと思ってそう。 すごいなぁと思ってました。はい。マジで。僕はあの、浅野瑠璃さんのね、と一緒にね、収録したんですけど、浅野瑠璃さんの、あの、飲む予定だった、あのミネ、ミネラルウォーターを足でこぼしちゃって、引っ掛けて、で、その時僕、テンパってて、あの謝、ちゃんと謝れなかったの今でもね、後悔してるんですよ。あのね、僕、その後に、あの、僕と、 一緒にリアリティ企画を決定戦に参加した人に、僕の番組にもパラパラ、あ出てパラパラ踊りませんかっていうので、一人唯一断られたのが、あのね、朝野るいさんなんですよ。多分ね、あの、水こぼしたこと今でも許してないと思うんですよ。あの野郎、あの、水こぼしといて何の謝りもしねえそんなやつの番組だから出ねえっていうことだと思うんですって。<laughs> いや、ごめんなさい。ちょっと僕の,あの被害妄想も入ってますけど。 なので,でもほ、だって僕のチャンネル見れば分かりますけど、だってインサイドちゃんとか九条りんご様とかと一緒にパラパラ踊ってますからね、本当に。その出会いは全部、あのまあ、うちの今、自分のいる会社の CVO のフィオさんとも一緒に踊ってますけど、それはなんであのできたかっていうと、リアリティ企画を決定戦の現場に行ったときに、あの、コネをね、作ったんだよ、俺が。 いやなんかね、途中まで、なんかこう、受け、受けの立場みたいな感じで、あのー、僕はお客様みたいな感じな気持ちでいたけど、ちげえと。今、ここ、あれじゃないと。コネを、コネっていうか、コネっていうと言葉が悪いけど、要は、つながりを広げる場じゃないのって思って。なんか、一緒に出てた、ヨウヘンさんっていう人は、 なんか、あの、最後に九条りんご様が優勝する出来レースなんじゃねえの、それに巻き込まれた私たちは、いい迷惑だわ、みたいなこと言ってたんですけど、僕はそうは思わなかったですね。別に、本当に九条りんご様のアイディアが一番面白かったし、私、全然 <laughs>、テンパりすぎてて、何にも説明できなかったから、そう。で、あの、あれですよ、ヨウヘンさんみたい、ヨウヘンさんね、あの終わっ、収録が終わった瞬間にね、もう、誰にも一別もせずに帰っていったんですよ。 僕はそれじゃダメだと思ったのあ。僕はちゃんとそこで残って、あのー、イソラマ,ネマ,イマナミさん、もう活動してないですけど、あの、リアリティの偉い人の、イソラマナミさんの中の人とかと一緒に話したりとかして、なんかね、やっぱつながりを広げていかないとダメなんですよ。なんだっけ、あの、闇金牛島くん読んだことある人にはわかるかもしれないですけど、あのー、ね。 あのちょっと別にこれはごめんなさいや闇金牛島くんはちょっと過剰なこと言ってるけどなんかこのこの闇金っていう世界を生きてると殺したいやつばっかりだけどそうあの、ね、牛島くんがでも殺すなと殺すやつの世界は閉じていくってその通りだと思うんですよで別に殺すというのはちょっと置き換えてほしいんですけどあのやっぱねあの ヨウヘンさん叩きをしちゃうつもりもないんですけどヨウヘンさんみたいな態度でそうやって自分の満足のいくような結果が出なかったかって言っていきなりねコミュニケーションゼロにしてあの抜け出していくのはちょっとね僕は違うかなって思ったんで僕はそこで思い切って勇気を出していろんな人に話をしましたよね。 そ,その時ね、マグロナさんいたんですけど、いたはずなんですけど、マグロナさんはなんかね、顔出し厳禁みたいで、あの、<laughs> あのやっぱほら、男性だけど、あのすごい可愛い声出すタイプの人じゃないですか、あの人って。マグロナさん。だから、見れなかった。マグロナさんは見てない、僕は。うん。リアリティ脚光決定戦、マジ面白かったですね。うん。そう。で、それで、フィオさんと出会って、 でちょっと自分の番組に呼んだりもしてつながりがあって D M とかもねディスコのあれを教えてもらったりしてるから会話できるわけですよっていうのでいよいよ曲接あって私今フィオさんが C V O をやってる筆記にいるっていうね世の中つながってるから縁がそうあのドンブラザーズのようなものですねはい本当に本当にそう思ったうんていうか今今まさにそう思ってるからずっと なんかやらないで、かっこ自分のこうなんか行動とかしないでいくと、縁ってつながらないから、本当に。ツイッターでつぶやいてるだけでもいいんですけど、なんかあと、こういう、えらくはないと思いますよ、全然。あの、なんか自分のためだから、結局、自分の利益のため、利益って言うと変だけど、<laughs> なんか結局自分のためにやってることですから、いや、でも勇気は出しましたよ。だってさ、あの、有名な、 VTuber さんとかとの中の人といきなりさ話すとかすげえ勇気いるじゃないですかあのいくらね同じ番組で共演したとは言ういやでもねいいんですよあの別にできない人はできなくてよくて僕はそれは自分だって自分の利益じゃん結局自分のが得をするだけだからあのだって有名な VTuber さんと仲良くなって ていうかコネつないであの自分の番組に呼んだら特数の僕だけだから <laughs> 相手からしたら何で呼ばれてんだって感じだったじ,じゃんでも来てくれたんですけどねいい人たちばかりだからまあ浅野瑠麗さんは僕がミネラルウォーターこぼしたから許してくんなくてこと聞くんなかったですけどあごめんなさい <laughs> これ悪く言ってんじゃなくてあの本当に申し訳ないと思ってるからあのジャック・バウはバリに君には本当にすまないと思っているって。 思ってですけどそうだって今に至るまでにの浅野瑠衣さんからの連絡はないですからそうまあまあそれはいいんですけど、まあ、それちょっと半分ギャグで半分がガチで思っていることなんですけどまあそれはいいです別にえーねそうなんですよとにかく <laughs> 会話になってんのか分かんないけどいや多分ねもう うんラムダさんと関わっても別に得ないなって思われたら多分、あの、あんまりどうでもいいかなって思われてるかもしんないけど、関わりたくないって思われてるかもしれないんですけど <laughs> ちょっと被害妄想僕激しいからそうそうそう。だってさ、他の人はみんな出てくれたからさ、あの、イスラマナミさんですら出てくれたんですよ。イスラマナミさんとコラボできた人かなり少ないと思うんだよ、俺。リアリティのマジの偉いさんなんですよ、あの人。 役職を持ってる部長さんかなんかなのかながかなん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 か卒業しちゃったんで今もう二度とあのコラボできる人いないんですよ世の中にそれ引退したからで僕はその引退直前ぐらいにあの普通にあの呼んだら来てくれたっていうねマジでよそうあと元日本 HTC ジャパン のあの代表取締役だったあのあのねえっと名前が一発で出てこねえぞおいやべえあのあの方ですよちょっと待ってごめん名前が名前が名前が出てこないやばいやばい名前が出てこないってやばくね俺ちょっとご,ごめんなさいあの結構地方若年性地方症なのかもしれない何だっけえっといつも ちょあのね、会社、前職だったとはよくね、言ってたんですけど。えっ、ー、とね、待ってね。えっ、ー、と、日本、htc、あ、じゃない、htc ジャパンか。htc ジャパン、えっ、ー、と、代表、ここか。あ、これだ。wikipedia に多分書いてあると思う。えっ、ー、とね、 って今,今違うんですよ。今違う人なんですよ。今ね、インフォフリーっていう会社あ、そっち探した方がよくね。<laughs> インフォフリーの代表を,を探した方が良かったね。ごめんなさい。インフォフリー。はい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 。あれ、インフォフリーだっけ違うのかあった。あ、あ、こっちゲインフォフリーじゃねえ。 あれ <laughs> ちょっと待って。あ、なんか僕の思った通りに出てこなかった。は ?HTC ジャパンの代表取締役だったのに、独立したんですよね。えー、まあ、いか。とにかくそういう方と一緒に、こう、 <laughs> なんか、いや、あれ、なんか、誰だ,だお、お酒入ってるから、もう、ちょちゃんと出てこなかった言葉が。という言い訳にさせてください。はい。でございます。まあ、要は、バイブとかね、HTC 作ってるから、それを先導していた方がいらっしゃるわけですよ。そう。ね。なんか今、なんか、日本人じゃない人がいる、い代表みたいですけど。 もともと HTC って台湾の会社だからね。そう。で、ジャパンがあって、ジャパンのね。ああ、いらっしゃいませ。ちょっと待って、僕、ウィキペディアをちょっとね、あのし、見てるけど、やっぱわかんねえわ。ごめんなさい。あの、まあ、まあ気にしないでください。ちょっと僕の記憶。ちょっと、で、あの、じゃあ、ちょっと、 えちょっと待って、皆さんにこれ、ウィンドウで、ちょっと待ってね、今ね、何やってるかっていうと、あの、あれ作ってます。あのお、ね、年賀状。年賀状を作るんですけど、ちょっと待ってね、キャンバスの、キャンバス、ちょっと待って、キャンバスを新規作成して、ちょっと、あの、皆さんには見せれなかったり、見せれたりするんですけど、どうしよっかな。このウィンドウ、あ、このウィンドウ見せようか。 このように見せれるかなゲームキャプチャーで、えっとね、待ってね。今、サイ、サイなんですけど、あ待って、サイ、サイを、あ、違うわ、特定のゲ、ウィンドウキャプチャーをしないといけないのか、これは。ウィンドウキャプチャー。はい。で、えー、っどだサイ。えあれ、何も出てこない。<laughs> ちょっと待って。 さあ、出てきた。あ、なんか、順番、順番性的なところをあまり重要、重視してない、重要視してないとこです。これぐらいのとこかな。あ、あれラムダさん出てこねえじゃん <laughs>。え、ラムダさんい,いる、いる、いねど、どこ <laughs> もっと下か。あった。はい。えっと、今、 これを作っております、はい、えっ、ー、とね、これ何って言ったときに、あの、これね、恋活の,あの着物を着てるキャラクターから、ちょっとちょっぴってきました。はい、すいません。ちょっとね、あの、あ、やばい、これ横画面だ。こいつはいらなくて、ファイル新規作成で、逆だね、1980たてだね。 1080だね。ちょっと待って。これで、ここにね、さっきの、こいつを編集して、えー、じゃあ、選択、すべて選択して、ちなみにこれ、サイーですからね。そうそうそう。サイーを使ってる人、最近見たことないですけど、編集貼り付け。んえ、ちょっと待って。<laughs> 何を貼り付けたのあっ、わかった。 分かった俺レイヤー間違えたあこれ。レイヤー合体させてないわ。レイヤーを、待って、レイヤーを結合、表示である結合。はい、これで、あのー、なんかね、こういうとこはやばいんですよ。AI のね、やばいところって、こういう、このあたり、こういうあたりさか、なんか、察しでやってくれ、みたいなところがね、やばいの。かなり。あの、何それみたいな感じで。 なかったことにされる節があるから、できるだけ書いね、ペンで、あ、こういうとこ、こういうとこ。これちょっと、でも、どうなってんだろうなって。こういったらなんか、ポリゴン突き抜けてるっぽいよね。じゃあ、いいや。AI に任せよう、そこは。<laughs> 結局、任せんのかい。はい。というわけで、任せます。はい。じゃあ、レイヤーで、えー、っと、編集で、選択、すべて選択します。えー、あれ 選択されてるすべて選択。されてなくね <laughs> これちょっ,と待って選択領域。えすべて選択されてないんだけど。ちょっと待ってよ。ちょ、待ってよ。このキャンバスいらないんだけど、このキャンバス消すか。あ、消せね消し方がわかんないまあ、いいや。編集。ちょっと待ってこれ、あれか。 ペ,あペンレイヤーと今なんか合体してるから、キャンバスをじゃあ、レイヤーをじゃあ結合して、編集すべて選択。ああ、できたできた。キャンバス、コピー、コピー。で、新しいとこに編集を貼り付けすると、あ出てきましたね。はい。まずこいつができましたと。はい。で次にですね、ラムダさんの、まあ、 ありがとうございますでこれあのラムダさん、元 <laughs> プロの,あの漫画家さんに書いていただいたやつなんですけど、あのこれねあの、ちょっと言われたのが、他の人にあのその人に言われたんじゃないですけど、他の人に言われたのが、こういうのなんか無断で使ってると著作権問題とかになって訴えられるかもしれないですよとか言,って言われたけど、なんかさ、思ったんですよ。僕ね 今、ほら、左下に出てるアバターなんかよくわかんないアバターじゃないですか。V-LoidHub で作ったやつ。でもね、あのじゃあ、あの漫画家さんがイラスもう忙しくなってんだのかわかんないけど、描けなくなりましたとなった時に、せっかく、でもね、このイラストを元にした v 活のキャラクターで僕3年とか4年とか活動してたんですよ。でね、ここでデザインを一気に変えたりすると、なんか自分がやってきた とかみんなが協力してきたことを全部無に期すような気がしてきてなかったことになっ,てなっちゃうような気がしてやっぱ自分の体はこれベースでいきたいなって思ってこれみんなでね話し合ったりとかして決めたりなんかパラパラを突然踊り始めたからスポーティーなデザインになったんですけど本当はこの元になるねなんか博士みたいなデザインがあったんですけどそれをわざわざねこう書いてくださったんですよ。 で,でももうちょっとこれ以上は書けないって言われたんであのまたラムダさん特有のあれですよあの昔あもうこれ漫画でも書いてますけどあのあれですよチームを組んでねゲームを作ろうって言ってもみんないなくなるので最終的に俺が全部ケツを、ま、あの拭いてあのリリースした iPhone アプリあるんですけどそれを持ってね ゲーム業界に転職したんですけど、今回も VTuber として、あのー、素材を作っていく上で、3D デザイナーの人と、そのプロ、元プロ漫画家の人いたんですけど、2人とも、もう、付き合ってらんねえと。あまた同じこと起こったと思って、もうラムダさんには多分ね、リーダーシップないんだろうなって。そうそう。まあ、でやってもらってることだから、全然、あのー、恨んだりとかしてないんですけど、 いやあ、俺ってまとめらんねえんだなーっていうか、俺にあれがないんだなって思って得、得がないんだな、人得がないんだなって思って、すごい申し訳ない気持ちになったよね、やっぱり。うん、というわけで、で、でもそんな、ちょっと今暗い話しましたけど、でも別に自分で、で、あのデザイン変えた方が一応無難なのは分かるんですけど、 僕、そうすると、今まで一生懸命さ、みんなが協力してくれてやってくれたことを全部否定するような気がするからあの、できるだけ使っていきたいなって思います。これを使わないでくれって、絵師さんに言われたらもう使わないですけど、言われない限りは僕は使っていきたいと思っているし、自分で絵もう作っていきたいと思っている。はい。あの、さすがにね、だからあの、もっと絵を描いてくださいとか言わないですから、自分で全部やるから、そう。 なんかこうサイズの違う絵が2つ出ましたね、今これ。レイヤーが違うわけですよ。だからレイヤーをこうやってパコってやって、そうすると今2番目のレイヤーが今選択されてるわけですね。ちょ、ちょ、ちょで、えー、っと、ここに拡出、ちょっと、ここに拡大縮小ってあるじゃないですか。これで、えー、っと、バコって、こうやって、ちょっと、こんなもんなのかな。ちょっと僕もす、 サイズ感はわかんない。でも多分こんなもんなのかな真ん中にやった方がいいのかなこん,こんなもんにしましょうか。で、エンターを押す。で、こいつも、えっ、ー、とね、こうやって、えっ、ー、と、こうやって、えぇ、ー、拡縮。で、ちっちゃくして、こうやって、こうやって、 まあ肩のサイズこうね、完全に同じ人ないんですけど、AI が何とかしてくれたりもするから、ただ、ま、ある程度は自分でやっとかないとね、AI も変な勘違いするんですけど、これどれぐらいかなどう思いますもっと下かなうん。ちょっとね、だんだんわかんなくなってくるから、これ。あ、でもね、これ、あー、こんなもん、こんなもんなのかなこんなもんか、あや。 大丈夫大丈夫これで、これでどうすればちょっと待って、肩、ここか。これにしましょう。え、ちょっと、もうちょっと、あれ、横。はい。で、これどうすればいいかというと、レイヤーが違いますんで、消しゴムを、ちょっと選択領域を、えー、と解除して、消しゴムを使うんですねえ。そうしないと、よくわかんない。ほら、こことかよくわかんないパーツが出現してるから、 消すんで、すねはい消しましまたとでここの,あの肩もやっぱりね、よくわかんないから、あ、やべえでかすぎる髪,髪消えちゃった。えっ、ー、とち、ちっちゃいやつで、この辺ですかね。こそうそうそう。この辺は、あの下の体に任せ、あ、やべえ、これも。任せていくと。待ってね。うん。こんなもんでいいんじゃないかな。AI って結構あたあの賢いから、あと、 そうあの。いつもあれなんですけど、こうね、気を利かせて手をこうやってくれたんですけど、これやると、マジで、あの、なんか不思議な感じになっちゃうから、ちょっとね、消していく。手は消す。そうそうそう。こんな感じで、こんな感じで、こんな感じで。で、あと、これか。えー、っとね、えー、っと、これ、ペン、ペンだっけマーカーとかでも何でもいいんですけど、 14ぐらいのペンでもうバーッと。あ、なんか色がちょっと、こんな感じあれなんか色変だな <laughs>。あ、あれか、マーカーじゃないほ鉛筆の方がいいか。鉛筆の14、いや、もうちょっと35ぐらいにして、で、この辺にこうやって、そうそう、ああ、色いい感じですね、これで。こう、こんな感じ。ちょっとこの辺もこう,こうやって。 色は、まあ、まあまあでいいっすよ。で、ここのなんか一番上のとこがちょっと線がないから、ちょっと曲線のね、パスを色黒で、ちょっとこうやってバ、ーバーってやってあげると、これやんとかないと、マジで AI がここは線がないんだなって思うから、そう。それ僕分かったんですよ、結構。あ、こう。で、えっ、ー、と、ま、あいっか。<laughs> ちょっとここ、ここちょっと黒くなりそうだから、 これどこだろう消しゴム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 ,消しゴムえー、っとねあこうかはい。で塗り塗り塗り鉛筆でこんなでかくなくていいよ <laughs> この辺でピーって塗っとけいいだけほらね簡単でしょボブじゃないけど <laughs> はいでこの辺とか見切れてるけどあのなんか AI がうまいことしてくれるんで大丈夫ですはいおいい感じのができましたね で、これだとキャンバスの上の方すげえ空いてるから、キャンバスのサイズをね、抜き出さないといけないです。いけないというか、ちょっとじゃあ、あのまずあの、あれにしましょう。キャンバスをまず、えー、っと、あれできないどこでやるんだっけキャンバス、さっきや、あさっきやってるね。レイヤーを、えっ、ー、と、結合。はい。これで1個になりました。で、これをね、あのー、どうやればいいんだっけこういう感じにして、 こんな感じかなして、でね、こうするとね、あれができるんですよ。抜き出せるんですよ。これね、結構、他のツファットショットとかでもできるんですけど、あ、えっ、ー、とね、どうやっけこれ、これ、これやりたいだけなんですよ。<laughs> これがねやる、やるの意外と難しくていうか、めんどくさいやつあるから、そう、すげえ。 いいんですあのこれは楽だと僕は思っております。はい。えっ、ー、とね、ちょっと待って、なんだろう。年賀状。年賀状。はい。で、これを、えっと、今年賀状って作ったんで、じゃあ、この年賀状はもういいよね。はい。年賀状作ったから。で、ここから、あの、あれに入ります。 あのー、ノベル、ノベル、ノベル AI っていうか、まあ、AI に、ステーブルディフュージョンに入ります。はい。ここで、アップロード、さっきのやつですね、これ。ここにね、プロンプトぶち込んでいかないといけないんですけど、僕いつもね、なんだっけ、マキック、えー、っとね、ゲネラトー、 あなんかこ,れこのサイト、このサイトでね、あれ、ちょっと出てこないでし、出てきたよ。マジックジェネレーターっていうサイトがあるんですけど、こいつでね、あのやってくれてる、あの、プロンプトの打ち方、R18 はいらないんだけど、あのやってくれるんで、ちょっとこれで結構作りやすいんですけど、まず正面をね、 言えたいな正面だよね。やっぱりっていう。で、えっとね、えっと、まず一人の女の子でしょう表示は、僕ね、あのね、頬染めが結構ね、好きだから、頬染めにするし、笑顔もね、やっぱ笑顔だよね。そう。たぶん、あとね、ここにないですけど、ポニーテールっていうの入れないとねあの、あのキャラクターのポニーテールなんないのね。で、で、どうやって出すかっていうと、だ ダンボールっていう、ダンボールだっけちょっと、あ、これか。これ、あのね、ノベル AI が撮ってきてるの、ここのサイトからなんですよね。あ、これエロ画像ない大丈夫え、大丈夫だ。えー、っと、これで、ポニーテールって、あ、ちょっと待って。テール。やるじゃないですか。そうすると、え、何これほら。 ポニーテールは、あの、こういう言葉だよっていう風にね、教えてくれるんで、そしたらここにタグ追加して、プラスやれば入れてくれるんですよ。で、僕はね、正面にすごいさせたいから10にして、頬染めは2ぐらいかな。で、ポニーテールとか、この辺はあんまりいじんなくても大丈夫。あとね、ちょっとネガティブプロンプとか多分重要だと思うんだよね、俺。ネガティブ ププロンプトこれね、ネガティブプロンプトって何かっていうと、指が5本ないときとかをあの防ぐとか、そういうやつなんですよ。なんか、うん、わかんないけど、俺とりあえず、あの、いや、こ,こういうの見てるとね、ねえっと、ほら、ミッシングフィンガーズとかさ、あんじゃん。<laughs> だから、そういうのを防ぐための、 やつなんですよね。なんか人のパクトやったから、俺あんまりネガティブプロンプトとりあえず適当にぶち込んでるだけですけど、とりあえずここに、あ、こうじゃねええーと、ネガティブプロンプトここに書くんですけど、これやってビコって。で、さっきマジックジェネレーターで作ったやつ、これ。これをコピー。コピーっていうのでね、ここにね、あのプロンプトぶち込むんですよ、こうやって。 でね、あのー、ここに、ストレングスってあるじゃないあのー、ごめんなさい、コメントがいっぱいで見れないかもしれないですけど、右にね、ストレングスっていうのがあって、これね、0.5ぐらいがね、いいんですけど、ちょっと0.1にちょっとしてみる。でね、ここにね、ステップっていうのもあって、スケールっていうのもあって、これね、AI がどれぐらいかん自分で考えてくれるかっていう領域なんですよね。ちょっと1枚作ってみましょうか、試しに。はい。 何ができるかな何ができるかなててててんてんてれててんって感じで、今ちょっと今、今作ってますんで、大丈夫大丈夫。ちなみに10枚ぐらいはちょっと作るから、10枚っていうか20枚とか30枚とか納得いかなかったら作るけど、 そうそうなかなかね面白いですよ。多分ね配信してると結構ねあの容量食うからあのなかなか1枚作るの大変かもしれないけど、まあ、うち3000十だからそうほど,ほどほどです。千七7 0の時の2倍にはなりました。 生成速度、まあ、AI がじゃあ,あじゃあじゃないのか AI が一体ど,どうして 3D の,、ね、の画像を と、告げ替えた雑コーラみたいなやつをどうやって仕上げるかをちょっと皆さんね、ぜひ見てほしい。どこですかね。ちょっと今、ごめんなさい。恋活はすげえ重いから、こういうちょっと落とすわ。 これまんま使ってんけど大丈夫かな。<laughs> まあ、まあ大丈夫でしょ。AI を返した時点でもう、さっ権フリーになるから、そう。あ、あめっちゃ重い。15%しかまだ終わってない、これ。やっぱね、恋活重いみたい。ちょっと声かは終了です。 ちょ,っとちょっとごめんなさい。僕トイ,レトイレ行ってきていいすかもしくは漏らしていいすか <laughs> ちょっとね、漏らすとやっぱ社会的なかあの問題になるから、ちょっとトイレ行ってきますね。ごめんなさい。 はい、戻りました。噂によると、ラムダさんはおしっこをいっぱいしたそうです、はい。昨日ね、忘年会があったんですよ、会社で。あめちゃくちゃ時間かかってますね、これ。やっぱ配信、あ、これのゲーム配信、あ、やべ、なんか、こういうが、やっぱ、くっそ重くて、今ちょっと、今、ちょっとホワイトアウトしてるんですけど。 小田裕二主演ホワイトアウトしてるんですけどいやこのネタ分かんねえからみんなそうち,ょちょっと、まあ、の待ってくださいあの一応進んではいるみたいなんで結構時間かかるかもまあいいんですよ究極の一枚ができればあと それでもう別に終わる配信だからこれ <laughs>。いや、皆さんお正月の予定決まりましたか僕はね、あれですよ、あの、おっ子が任天堂スイッチ 壊れたからとかいう理由で、俺、n i n スイッチを買って、お年玉として買ってやんなきゃいけないんですよ。何なんすかね。俺、お金チュ,ーチューされるんですけど。まあ、結婚してないからだな本当に。ね、別に、まあいい、いいのかどうか知らんけど、そうなんだ、みたいな気持ちで。 <laughs> なんかだって誰もさ僕がねあの甥っ子に金を使うことに関してでもねあの疑問がないから。お前どし独身なんだからそりゃ子供ももいないし独身なんだから別に金使えよみたいな少子化だしみたいな感じでこうみんなからね圧をすごい受けるから。 マジでみたいなしかももさ上げて壊壊れるすすんですよ僕ね、2年前ぐらいにスイッチあげたんですけど、壊しやがったからね、あいつ。で壊,し壊すのはまだいいとしても、修理をさ、ニンテンドーに送ればそんなにかかんないのになんかね、アマゾンで売ってたニンテンドースイッチ分解ツールみたいなの,の2000円ぐらいで売ってるやつ買って、それで分解すれば治ると思う ってたらしいいんですけけど治るわけないじゃんあのねバッテリー交換とかだったら分かりますけどまだねあの画面が映んなくなったとか言ってるのをわざわざその通りで分解して意味わかんなくないですか何 <laughs> で直せると思ったんだよお前お前そんなことしたら任天堂のまあ修理のさあれの対象外になっちゃうじゃんっていう。 1>, 1個だから死んでるスイッチがいるっていうこうねっ怖っと思って田舎怖っ田舎の IT 知識怖っと思ってでしかもだから最終的にあれですよね壊れちゃったからラムダさん買ってきてっていう話だって俺 <laughs> <laughs> なんでヤバン人がぶっ壊した IT を俺がなん お金払って補填しなきゃいけないんって意味がわかんねえとか思いながらちょっと今も思ってますよ。<laughs> まあお正月使りますけどもちろん。いや、親とかにはね、全然いいんですけど、なんでおいっ子にって当然ぐらいのことでね、受け入れてるの意味がわかんないですよね、マジで。だっておいっ子、要は僕の弟も 子供なわけじゃないですか。弟から俺に対して何もしてこねえかんね。まあ子供いないからかもしんねえけど。<laughs> 金がないで全て終わらされてるんですけど、いやー、俺だってさ、裕福じゃないんだからさ、そんなに。ひどいよね、結構。うん。でおじさんはやっぱりあれですかね、あのー、おいっ子にお金をあげる立場じゃないとダメなんですかね、本当に。僕だって Nintendo Switch 持ってないんですよ。 なのになんでお一個にあげんだよ。二回も。<laughs> 意味わかんない。と思いながらも。そう。なんか僕的にはね、あの、なんだっけ、あれ。えっ、ー、と、オキアスクエストとかの方がさ、ためになるような気はするんですけど、オキャスクエスト確か13歳未満は使うとやばいみたいな、なんかありましたよね。そう。だから、よ,よろしくないのかな、みたいな。 感じは知ってますが、いや別にわかんないけどね。うん、なんか、あれ誰が決めたのかもしらない知らないし、そもそも、あの基準。まあちょっと待って、まだね、一枚も今出てないんですけど、コイ活が多分重すぎて、ちょっとあのタスクマネージャーからちょっとぶっ殺します、こいつ。ちょっとね31、31%しか進んでないから <laughs>。あの、あれなんですよ、V ラム で、あの、ビデオカードのメモリーがね、多分ね、食い合いをしてるんですよ、これ、きっと。でね、コイカツね、めちゃくちゃ重いんですよ、これ。そう。あの、クオリティ一番高いやつにしてたからかもしれないけど、CPU100% になってるもんだっても、今。あの、切ったから、コイカツ、とりあえず殺したんで、 多分これで大丈夫なんじゃないかなあ。あ、早くなった。めちゃくちゃ早くなった。やっぱ恋活カツのせいだ、全部。あ、もう大丈夫。すぐで出てくる。よかった。もう56、パ2とかなった。あー、よかった。恋活カツに全部食われてました。V ラムを。はい。これでいけんじゃない この間もね、まあ、この、こういう配信したときにね、全然絵が出てこなくてね、話で間をつなぐのすっげえ大変だったから、爆入機関車を作ろうとかいう企画をやったけど、一個もできなかった。さあ、あとどんぐらいで出てくるでしょうかね。ちょっと待ってね。今65%、ちょっと待って、まあ、意外と、意外とまだだな。もうちょ、もうちょ、 あっでも69な,なった69頑張ってる頑張ってるああこれ完全ローカルから出してるから僕あのステーブルディフュージョンから出してるんでやっぱね3070はねやっぱ3070なんだな あの、会社の人4,090普通に買ってるから、あの、お金持ちだから、あのてか偉い人なんですよ、めっちゃ。その人は、ね、もう、ま、ノータイムで4,090買ったけど、やっぱ爆速らしいんでね。僕はもう、ほら、そんな金ないから、お金ないんですよね、そう。 僕さ、そう、あのね、なんかボーナスが1ヶ月分って聞いてたのに、1ヶ月分より少なかったんですよ。でね、あのー、なんか総務の人とあのスラックで喧嘩してた時あって、それで忘年会でその人と会ったから、すいません、なんか、商用の件で、なんか、うざがらみしても本当申し訳ないでしたって言って、謝っといたもん、ね。<laughs> いやだってさやっぱ謝っといた方がいいかなと思っていやあのー、まあ僕の心の中では許してないですよ別にだってね一1ヶ月つったんだから1ヶ月分よこせよって思うけどあのー。 とは,とはいえさ社会人だからやっぱりねあるじゃないですかそういうのわかりますだから一応謝っといた方がいいかなってこの今後の生活を考えた時にはちょっとさあんまりね裏でやればいいことだから文句はこういうところとかさあの思ってだって言っちゃうとやっぱ い、ね、いろいろあるんだって僕それをであの総務の人に文句言ったら上司から経由であの怒られちゃったもんね本当にそう怒られたって言うとちと語弊がありますけどなんか、ね、あの説明されてないブラックボックスの査定のところで下げられた とかか言われて意味が分かんないこと言われましたもん、ね、いやちょっとおかしくねそれみたいな。だ <laughs> から働きの,その目標設定があってそれに対して何パーセントぐらいできたかっていうのでしょうが出るって書いてあるのにブラックボックスがあるからじゃ分かんねえじゃんみたいな。<laughs> 感じなんですよねそうだから僕ねあの、提示された想定年収よりもね、低いんですよね。まあ、だその代わりに副業をやってるから、そう、副業で補填してる、マジで。副業なかったら、多分俺、生きていけないかもしれない。<laughs> 副業込みで今ね、年収700万ぐらいになってるから、そう副業なかったらもっとないよ。だって、副業月20万ぐらいだから、240万はそこは減,っ減る。 ことになるからね、今日も、なんか昨日もね、忘年会の前に突然ね、副業の会社からね、なんかトラブルが出てるとかって言い出して、いや、今から家出て忘年会行きたいんですけどって言いたかったけど、まあ、言えないから。 ちょっといろいろと作業してましたけどねありえないっすよねなかなか <laughs> 俺固定給だからあの別にそれ対応してもさ給料変わんねえしさそうあの副業のねそうそうだからな,なんで俺こんなやんなきゃいけないんだろうとか思いながらしかも来 来月から、なんかね、自分の実稼働時間から割り振りで給料が減ることになって、今まで56万かなを、もら、会社からもらって、それで僕に割り振られる給料20万ぐらいだったんですけど、これからは自分の実、実動時間で減らされるって言われたから、僕12月のね、給料11万って、 になって,て、えってえ8万消えたと思って、もうやる気なくなりましたよね、かなり。うん。もう、あんまにもふざけたことを言われたら、俺もう、マジで副業やめようかなって思ってますけど、<laughs> あのただ、他の副業をやろうかなって、そう。副業やるか、自分でね、やっぱさ、ゲーム作ったりとか、小説書いたりとか、漫画書いたりとか、 なんか、AI s さんとかさ、AI、AI で漫画、エロ漫画書いてる人とか結構ね、やっぱ、300万とか稼いだりしてるらしいから、1ヶ月でっていうのを見ると、僕も AI でエロ、同人誌書いて、 あのしこらせる、若者を仕込ませることによって、おっさんかもしれないけど、お金欲しいよね。そう。だお金がないと老後生きていけないんだもん。<laughs> 俺、2000万も貯金ねえよ、だってマジで。その時点で終わってるじゃないですか、結構。ね。なかなか映画出てこねえな、これ。やっぱ配信しながらだと思い。 でしょうねニコニコにしか配信してないのに重いんだな結構まあ今73%まで来てるんでちょっとお待ちくださいはいお待ちくださいっていうか今見てる人いない気がするんですけどあちなみに僕今日ねあの昨日復忘年会で二日酔いであのー ご飯ね、まともに食べれなかったんですけど、お昼にね、出前館でねマ、マクドナルド頼んだんですけど、量が多すぎて、まだね、食い切ってない。<laughs> 食いながらでいいっすか。昔、あの、ニコ生でね、あの、なんかこういうの食いながら配信してたらね、めっちゃ、肝とか言われて、去って帰ったんで、 ポテト食べますいやポ,ポテトシナシナになったポテト食べますうめやっぱりあったかいほうがおいしいね <laughs> <laughs> マークドナールドあとシャカチキ シャ,カチキシャカチキ食べていいかな今ね、雑音がいっぱい入ってると思うんですけど、シャカチキです。シャカチキをシャカシャカしますね、じゃあ。 あ、小田さんどうもいらっしゃいませ。あー、これね、僕実はね、あれですよ、入社日1日過ぎてたらもらえなかったって言われてました。ボーナス。あの、僕7月1日入社なんですよ。で、半年たって働いてないともらえないんですけど、なんか7月1日はギリギリもらえる範疇になってるって言われて、もらいましたね。 ただ、なんか、当初、1ヶ月分ぐらいって言われてたのに、なんか、その60、60%ぐらいしかもらえなかったから、なんかちょっとね、そうもと思めたら、なんか空気悪くなったから、あの、しかもなんか、僕の上司に、から、なんか、説明を受けて、 ななんかなんだっけえー、っとね、えー、表だって、あのー、商用の計算をしてる計算式みたいなやつの何パーセント、ただ目標達成率の何パーセントでとかっていうのはあるん のの裏で我々に公開されてないブラックボックスの調整があるとか言われて、はとかもいません <laughs> 知らねえよとかもいやから。あ、ごめんなさい、今シャカ、あのー、マックのシャカチキをシャカシャカしてるんでちょっとうるさいかも。オナにしてるわけじゃないからね。 こん,なこんな大人するオナニーしてたら俺ちょっと小野田さんを超えちゃうからダメだね。小野田さんはあのオナニーの,あのコロンブスだからさあの、ね。新しいの発見してるでしょうけど僕はそうではないんで。オナニーのコロンブスって新大陸発見してるのかな ンターヘリクってなんだよ僕の友人は同級生はねあのお風呂場であのおちんちん洗ってたらしかもなんかうつ伏せで洗ってたとかってななんでうつ伏せでおちんちん洗うんだとか思ったけどそしたらなんか。 気持ちよくていつの間にかなんか知らない液体が出てきたとかって言ってお前何誰かに教えてもらったんじゃなくて自分であの見つけたんだってお前はトレジャーハンターだな。 思いましたね、トレジャーハンターをお名にすと僕はあのあれですから南国あいつ北京部でランドを受ットが後ろを向きながらハーンって言ってるのを真似したらなんか出てきちゃったんですごい気持ちよかったってかねあ最初の頃はね射精しなくても気持ちかん いいんですよビンビンに勃起してるのを全行動させるだけですげえ気持ちいいのそれがねある日突然ねあなんかなんか出るみたいな感じでいつの間にか出てき,きちゃったね彼らが「せ生死出た!」っていうそう ね、出た今でも出してるよ <laughs> その。その動くいらなかったんじゃないかな。僕さ、そのね、なんか。ああ、すみません。ちょっとね、AI 生成中、ちょっともうちょっとね、軽いと思って。 たんですけどグラボ変えたから早いかなって思ったけど、か <laughs> すごいっすね。やっぱ配信が重いのかな、めちゃくちゃ。これ一人でオフラインでやってると、こんなに重くないんですけどね。あの、おなんだっけ。あお正月の。 絵をちょっと生成しようと思って、あのー、予約、ツイッター予約投稿で0時00分に、1月1日の0時00分にあの投稿されるようにしたいなって思って、で、絵を作っとこうかなって思って。 そう、あんまり、でも、大丈夫です。あの、あ、重いですかみ、見てる皆さんからしても重いですかこれ。<laughs> ちょっと分かんないんですけど、これ。全然、全然ね、今ね、でも、頑張って作って、今85、85%までいったんで、ちょっと、我慢してください。 強制 AI なんかね v、V ラムがね、リークするからね、あんまりいっぱい作ってるとちょっと遅くなるの分かってるんですけど、1枚しかまだ作ってないのに、くっそ重いっていうのはちょっと問題があるなと思いました。 ちょっとタ,クタスクマネージャーの今 CPU 使用率一番高いやつ見てみようかこれ。あやべえあ,あ、そっか僕のこれが重いみたい。僕のアバターが重いみたいです。アバター消していいっすかアバター消しますね。これ CPU めっちゃ食ってるわ。アバターを消して今軽くなりましたかなり。 あと切ったおかげであの軽くなって落ちな,落ちないはずだ。すごい軽くなったんじゃないですかね、これで。だって CPU めっちゃ食ってた。今。でもこれ GPU がやっぱ重要なのかな、これは。でも GPU に関して何か切れるかって。 切れないからなって思いながらえっ小野田さんはあれっすか甥っ子とか自分の親戚にお年玉あげるタイプ そうでもない。あ、ごめんなさい。俺、めっちゃ、あの、しゃかちきっくながらなんで、ちょっとき、うるさいかもしれないですけど。あ、だめだ。小野田、小野田支配にいなかった。<laughs> 僕もな、ねえ、なんか、そういうのあげる立場にあんまりなかったから。 <laughs> 設置がらい。設置ちがらいのじゃーってことで。うん、まあそうっすね。え、小野田さんはあげないんすかあげる相手い,い,いる感じですかあなんか実家、あれ小野田さんがひた一人暮らしか実家暮らしか忘れちゃったけど。 あれをあげないと。お年玉的なもの。今回はね、なんとね、あの、ニンテンドースイッチの勇気 EL 版を俺渡さなきゃいけないという子。意味わかんなくないですか ?4 万ぐらいしますよ、あれ。なんかさも当たり前のように俺が買ってくることになってるからびっくりするよね。 人間って一回、あのー、うまいし僕一回かつてスイッチ上げたんですよ、おっ子に。だから、あのね、壊れたんだって、で、スイッチ。壊れた後に、勝手になんか分解したら治ると思って、アマゾンで2000円ぐらいのね、分解ツール買って、分解して治んなかったとか言って。 まあ、まあ、ふざけてんのかよって思ったけど、<laughs> <で> <laughs> 俺のなんかスイッチを買う,買うっていうことにしな,んかなってるから話が、親、親と話しててちょっとなってるから、<laughs> だからな気入れール版のスイッチをね、 僕ちなみにスイッチ持ってないんですよ。持ってないのに、スイッチ 2, 2回、まあ次に、いや1回買って、で、買ってあげて、で、次に、2回目のスイッチを買って、 また僕の手元にはなくて、なんか、甥っ子の元に行くっていう、こう、ふざけてますよね、なかなか。これが子供、結婚しないで子供もいない僕に対する仕打ちなんだなって、これ、独身税やってるよ、もうすでに。なんか、いいとか言ってる人いるけど、もうあるからけど、実際に僕、 ね甥おっ子はコロナになったから、また行って、なんか、コロナに感染するから、どうでもいい。パンデミックしないんで。だから大変ですよね。僕もう、あパチンコ、アズルレーン、あれのパチンコ代が今出てて、5万発で出たから、万20万もらえるとか、いろいろの加味して、まあ、でもね、やっぱね、1回だったりするから、あのどんどんお金、 今日、エヴァンゲリオンで、あの、3万、ちょっと、足パーセントまでいった。まだ、すっげえ重い。ね、大変。あのね、エヴァンですよね、格変突入率は。五十すごいね、悲しくなる。本当は、小野田さんはナナシスのガチャを、支配人じゃないんでしたっけことだけ考えてれば、OK みたいな。 オ田さんもそろそろふァふフ,ァフ,ァファやりましょうよ。ね。すんだよな。ただ、まあ僕はやんないですけど、もちろん。下手くそだからね。オンさんみたいな、ちゃんとしたエッセーは、書かない理由があるよとか、書いてくださいよっていうのはどう、書かなくていいです。人と,と昨日忘年会だけど、林さんがなんか、なんかどういう時に、イミベーションがね、 もう,こもうこれ以上ない。そういうことなんです隠し。だって書けよって言われて書,書いたものなんか、ろくな。あ、なんかできたかも。画像。あ、どうかな。ピコ, <laughs> ピコン。めちゃくちゃ生成値がかかの。<laughs> あれ100パイ、100杯。 ああ、お年玉あげるときのお金ってが、幼稚園児からしたら3000円だって<ー>でも、そろそろう,うちの甥っ子、小学5年生とか、そうするともう1万円ぐらい、わかんないですけどね。だからだと、なんかその、その場でポチびんなよって思うんだけど、あ <laughs> <laughs> で始まっちゃうわけですよ。公開処刑が少なって、 って顔されたからって生活が苦しいんだよっって思った俺、その時、全200万円台だったから、そう、つらかったんですよ、マジで。実家に帰るだけでもお金かかってんだからさ、そもそも。そう。でもね、彼らはわ分からないから、それは。おいこたちはね、もらえる、自分のもらい深く、 うん。<laughs> もう、これ以上壊したらいい加減にしてほしい。修理出せよっていう話なんですよね、マジで。なぜ、任天堂に修理出さないのかっていう話。なんかね、うちの弟、マジで貧乏、ど貧乏らしいんですけど、どんだけ貧乏なんだよって。あ、なにえ、<laughs> なんだこれやべえ なんか、えなんで顔が二つあんのなにデビルガンダムこれ。やべちょっと待ってよ。なんか違う。着物、着物っていうのがないのか。あれに。えっ、ー、と、ちょっと待って、ね。ダンボールに、着物かなあった。着物って着物なんだ。 これ入れとこちょっとあすごい時間かかりましたけどできたのちょっとごめんなさいこれでした紐のぶち込んでおくこれをちょっとじゃ作ってみましょうか下,下になんで顔でき出てきたんだろうさっぱりああ早いめっちゃ早いめっちゃ早いいやいやもうもうもう超速でできてるあよかったよかった早くなった 先生、今、めちゃくちゃ早いっす。まあ、あもう78%ぐらい。85を超えた。92いた、いった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 っお、おいけいけいる。おうどうっすか、これ。ちょっとね、え、どうしようかな。AI にな、ちょっと、9ぐらいにしとこうか。で、5にして、5かな。えー、どうしようかな。 ちょっと3枚ぐらい作りましょうか一気に3枚ジェネレートほら使いこなしてる感あるでしょちょっとね画風とかをもっとねだってこれ元絵マジで1個しかないのに結構ほら正面ちゃんと向いてるじゃないですかねこれすごいっすよね あ、すごい、もう1枚できた。今2枚目に突入してます。で、もう2枚目も終わる。次3枚目ができる。早っ最初の1枚目だけなぜか。多分 V カツじゃねえ。いうカツ動かしてたからくっそ重かったんだよ、ね、多分。はい、もう、もうできます。もう85、九十9 2九96。あ、できた。 おお、あ、これは結構、なんかこの黒いとこよくわかんないけど、ちょっとこれは保存しておこう。髪の色ちげいじゃん、これ。これちょっと、あれですね。めっちゃ保存しとくけど、なんか、な、な、こ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 こここの解釈がかなり怪しい。まあ、また全然連れるわけですが、結局ガチャだから、これ。 あ皆さんからもなんかね、あ、これ A やんっていうのあったらいいんですよ。言ってください。ね、小野田,田さんもさ、あれだよ、A 描くのめんどくせえなって思っても、あの、顔だけ描いて、あと体をね、他の 3D ソフトとかから持ってくると、こういうの作れるから、実はあの、楽。 マジで。<laughs> 本当だよ。下書きだけでも多分ね、ラフとかネームとかでもね、できるから、すげえ楽、マジで。小野田さんの画力、あの、4倍ぐらい上がるよ。<laughs> で、作業量は10分の1ぐらいになるから、マジで。そう。だって、主戦をな,なぞったりとかしなくていいんだから、これ。超楽ですよ。 まあそれが、ちょっと許す、あのなんか許せる人と許せない人がまあ世の中にはいるんでしょうけど、あ、やばい、またちょっと重くなってきた。あ、なんかまたクソ重い <laughs>。ちょっと、ちょっとやばい、咳が出るからミュート。<laughs> はい。ね。だってさ、 これマジで、さっき、絵、2枚から、絵っていうかさ、体は、あデ 3D ソフト、顔は、あの、漫画家さんに描いてもらった絵だけで作ってますからね、これ。で、あと、プロンプトでちょっと、ほら、着物なのか何なのかとかは、ちょっと補正入れてるけど、あと、正面がなのかとか、そう、実はすごい楽なんですうまく使えば、もっとね、できると思う、いろんなことが。 で、僕、あのー、お正月は実家帰っちゃうけど、お正月実家帰る前に、あのー、なんか漫画をね、僕があのー、ゲーム業界に入るまでの漫画を書いていると、途中ですごい頓挫してるじゃないですか。あれの続きをよ、あ、負荷がそっち来てんだ。なるほど、なるほど。 で今重いんですね、これ。ああ。まあ、一個のパソコンでやってるからな。ノベル AI でやっちゃえばいいんですけど、ノベル AI の契約を別にしてないから、作りたい時に作ろうって思って、今、今多分これ結構重いかもしれないですね。これ後であの自分でニコニコ見直したら、ちょっとすっげえこの生成中重いのかもしれない。まあ35、35%まではいってますから大丈夫です。 これだっていうの、もうね、ができたら、もうそれで配信終わります、これは。ちょっとね、僕も,も、もう今日は仕事納めだから、ね、寝よっかなって。明日パ,スパチンコ打ちに行きたい。もう年末のね、パチンコなんかね、出ないんだけど、釘締まりすぎてて。そう、でも今日でもね、ちょっとね、実はね、会社終わってから、あの、パチンコ屋のエヴァンゲリオンバイ、 バーサスゴジラ売ったら3万買ったから、あのじゃあこれを種戦に打ちに行こうかなって思って0円になるかもしれないですけどあの大丈夫。それ0円になっても副業のお金があるからあのね、あの、おいっ子にスイッチを買うことはできるので僕の遊び用のお金、お正月のそうそう。としてちょっと使おうかなって思ってます。はい <laughs> どうでもいい話。なんか、いや、あの、パチンコよりもっとこれに使った方がいいっすよっていうのがあったら、ぜひ教えてほしいですけどね。あ、そうね。あ、あの、ビッグカメラで、あの、なんだっけ、iPad、iPod Pro。iPod じゃねえか。なだっけ。あの、え、あれあれ。あの、ワイヤレスイヤホンの Apple を出したやつ。あれ、なんでしたっけ。え、AirPod か。 AirPod Pro のなんかねゆ、たが、福袋が19,800円なんですよ。ビッグカメラ。で、これね、価格ドットコム見てもね、3万ぐらいするから、結構得なのかもって思ってはいます。でワンチャン買おうかも。買えれば。<laughs> スイッチの福袋はね、スイッチみんな持ってるから、あんま結構売り切れ、売り、 あ余ると思うんだよね。だってさ、普通のスイッチ買えるもんだって、今でも別に。<laughs> 福袋でしかスイッチ入んないんだったら分かりますけど、普通に手に入りますからね。って考えると、僕、だからあのあ安心しきってあの、お正月の福袋で買おうって。 ああまあ、それはそうなんでしょうね。だから僕みたいな人にはちょうどいい。僕って別に画力とかを上げたいとかいう人じゃなくてなんか表現したいだけの人だからあのまあ全然問題ないかなとそう。A ちゃんと自分の世界をねあの自分の力で出したい人にとってはあの AI は。 じゃあどどうううって思思んんだと思うんですけど僕はあのはっきり言って別にそう最初はそう思ってたんですけどやっぱ自分の画力の限界知ってるからでさ下手くそな絵をね上げるとみんな嫌な気持ちになるわけですよそうすると悲しいじゃないですかそれだったら AI でなんか整った絵を出した方がまだ全然マシかなって僕はですよ 本当、オンタさんとかは絵上手いから別にそんなことは思わないでしょうけど、私は思うんです。自分の絵があまりにもクソだから。そう。ので、ちょっと、あのー、ね、力を借りてみたっていう感じで。で、もね、漫画で、これから描くと、書き途中の漫画にこれ AI 導入し始めたら、あのー、結構あれかもとは思うんですけどね。いきなり絵上手くなりすぎだろうみたいな。 あとね、なんか新しいステーブルディフュージョンのやつであの、自分の画風を学習してくれる機能とかあるから、もうそれ入れたらさ、で、学習しまくらせたら、もう自分の画風で書いてくれるから、もう超楽じゃねみたいな。横顔でも、あの引きからでも、あのドアップからでも、下からのアングルでも書けるし、泣かせる。 笑わせるとか表情の、ね、指定すらできるわけですよ。マジで。で、僕の場合、今これ、あの顔が好調してるっていうのを入れてるから、ほっぺた赤いでしょ。ね、これわざとですよ。あと、スマイルも入れてるから、笑顔なんですよ。そう。これをね、アングリーとかにしたら怒り出しますから。 ね、だから全然使いこのまず僕が思うのは使ったこともないのに文句言うやつはちょっと信用できないマジで <laughs> あのこれあの AI だけじゃないですからねすべてのものがそう例えばスマホだって使ったこともないひろゆきがめっちゃ叩いてたわけじゃないですか <laughs> 最初の頃 ああいうのは、だからね、あの使ったことのある人間が言うんならわかるけど、僕は使ったことがないんで、イメージでしか言えないんですがっていうのが最初につけばいいんですけど、使ってもいねえのに、よう言えんなって思っちゃうわけです。僕使ってる人間だから、感想ちゃんと言えるんですけど、言えると思ってるんですけど、立場、ね、権利あると思ってるから言ってるけど、 やっぱ、ね、やってもいないのにねやっても無駄じゃねとかさそういうのは酸っぱいぶどう論理であダメです人生を絶対損するあの考え方だからマジで本当だよって思いますけど例えばあのアニメ作品とかでも映画でもそうですけど面白い作品って聞いてあの見たことがない でちょっと何とも言えないですねっていうのはわかるけどなんか見てもいねえのにまとめサイトだけで読んで見た気になってなんかね偉そうに語りだしたりするやつ「スラムダンクの映画とか <laughs> それダメだからそんなのそんなのダメですよあのちゃんとみ語りたいのは見,見ればいいだけの話ですし 見てもいねえのになんで語り出すんだって。で、見てないんなら見てないですって言えばいう場合だけの話のことをなんかね、見たふえ口ぶりで語り出すんですよね。行かれてんなって。僕はあのドンブラザーズをがすごい好きなんですけど、ドンブラザーズちゃんと今日もね、あの水曜日にね、アマゾンプライムで配信されるからあの見、見ましたよ。僕、ドンブラザーズ ザーマジで全部見てるから、本当に。そう。あー、これあれか。せ、生成とすごい、あの、負荷が、パソコンの負荷めっちゃ、ちょっと待って、パソコンの負荷他、他にも高いのあんのかも、なんか。ちょっと、なんだろう。タスクま、ちょ、タスクマネージャー。 えー、CPU100% ですね、これ。やべえ。こエクスプローラーあ、じゃドロップボックスがなんかめちゃくちゃ食ってるけど、なんでだよ。Python が、あ、Python はダメだ。切っちゃダメな気がする。えー、っとね、あとね、NVIDIA のなんか食ってるな。あ、でも CPU 今減った。 73%だった。なんでか、今ドロップッ、ドロップボックスが今23、23%食ってたんですけど、CPU。なんだよ、これは軽くなったかな。Firefox も結構重いんすよね。これ、これでもね100、100%いってないから、あ、でもどうだろう。まあいいや、ちょっと、あの <laughs>、あまりにも、 オンラインでちょっとやると負荷がでかそうだったらちょっとまた考えますけど。前も、前も負荷でかすぎたからちょっと、でもあの時1070でやってたからちょっとまたちょっと違うんですけど。どうなんだろう。ちょっとタスクマネージャーはちょっと見ておこう。もっと軽くできるんじゃないのこれ。エクスプローラーとかをすごい、何なんだろうこれ。あ、でもな、これ消せないしな。 あと、メモリかなメモリの、ファイヤーフォックスが3ギガ使ってんの、これなんとかしてあげたいかな <laughs> ファイヤーフォックスをめっちゃね、開いてるんですよ。服赤で。服赤って服ウィンドウで。ちょっとね、仕事のいろんな分,分野でねあの、分けたんですけど、うん、いけるかな ?12。 なんか、進みが遅え。めちゃくちゃ <laughs>。これ、メモリーリークってんな、かなり。って思いましたね、今ちょっと。これだってね、あの、オンラインでやんなければ、こんなに重くないですから、マジで。あの、3分ぐらいで出てくるんで、最悪でも。そう。悲しいから、恋しくて、って書くぐらい悲しいですね。そう。 あ、そういえば、オノサ、オノトさんは、あれ、コミケ行かないんでしたっけ僕も行かないですけど。あ、ごめんなさい。あラグが凄す,すぎるんだと思うから、今ちょっと会話多分通じないんだろうね、これきっと。僕は行かないですけどね。っていう話もした気がするけど。僕は行かないです。あの、なんか、あの、ああいうの、コミケってあの、なんかね、行こうって、はっ,って思った時に行けるのが、 いいとこだったのにあの、リストバンド買わなきゃいけなくなったから、なんかちょっとそんな気楽に行くとちょっとなんか違うかなみたいな感じがする。<laughs> 感じがするってなんだって感じだけど。謎、謎極まりないということでございます。おおおなんか急に進んできた。なんなのだ ちょっと聞いてくださいよ。なんかね、あの、副業でやってる社長がさ、あこれ言ったかもしれないけど、昨日の、聞いた人には、なんか、エラーが出てるんで、ちょっと緊急で対応してくださいとか言われて、はとか思って、知らないんですけどって思ったけど、一応ゆあの、なんか他のね、開発会社さんが作ったソフト、あの、ソフトウェアだから、ちょっとぶん投げてい,いきましたね。 なんか急に来たからびっくりしたよねマジで急にボールが来たのでっていうそうボールっていうのはそのサッカーのボールとかじゃなくてあのタスクっていう意味のボールが来たねそう急にボールが来たのでいやボールをね投げ停止させ停止っていうかあのトラブルを直したい一刻個個も早く直したい気持ちはすごいわかるんですけど あのー、僕ね、常駐でそこの会社の仕事を受けてるわけでもないし、あのー、やっぱ限界はあるよねっていう話なんですよね。だってね、みんな払ったお金以上の仕事をさせようとするんじゃないですか。いや、払えよっていう話。<laughs> 単純に <laughs>。絶対おかしいんだよな、マジで。そう。そんな年末って。 僕はあの会社のね、偉い人とね、LINE 交換したから、あの、なんかいない人が来た時全部ね、LINE で、あの、話の通じる人にね、あの、なんか、まるさんこう言ってるんですけど、これ大丈夫ですかとかね、言って、ああ、それやばいんで、僕がちょっと言ってきますとかってやってくれてるから、めっちゃいい人だなと思って、その人だけ <laughs>。その人しかいないんですけど、IT 詳しい人。で、ね、辛いんですよ、だから、そう。 あその人、休み、なんかで、ね、ホワイト企業っぽくて、結構ね、休みが多い、あ、違うのかな、大休なのかな、振り返り休日かもしれないけど、僕が問い合わせると、すいません、今日休みなんですっ,つって言われたりするんで、そ,そうかって。だから、俺に突然直せっていうのが来たんだ、みたいな。俺、何者だという判断のもとにこうなってんだろうなと思って。何でもできるわけじゃないよ ラムダさんは別に言ってあやばいまたあれが上がってきたあの CPU が CPU うれしい恥ずかしい先回り CPU みんな大好きーテレビ新ヒーローあご <laughs> ごめんなさい誰にも通じないネタを言ってしまったあやばい CPU98% までいった今そう頑張って 頑張ってる。CPU 頑張ってるから、あの <laughs>、マジで今。50、ちょっと待って、1枚目の絵はできて、今2枚目の58%パーあ、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 進んできた。頑張れ。頑張れ、頑張れ。今、まあ、たまちゃんファイト。頑張れ、頑張れ。<laughs> ね、<laughs> そう。ちょっとね、僕、来年から、もうちょっと人生、 あの前向き前向きっていうか挑戦で生きていこうかなって思いましたねここ数年マジでもう人生捨ててた感じが実はちょっとあってバーチャルキャストにも行かなくなっちゃったしなんでかっていうとバーチャルキャストに僕よりうまいパラパラ踊れる人たちが出てきたから俺が行く意味がなくなっちゃったからなんかこうどんの面下げていけばいいんだって感じになって行かなくなったんですけどそうでまあもう 多分戻ることはない。で、あのー、クリエイティブなものを作りたいなと思ってそうでずっとね悩んでたんですけどイラストに関してはだからこう,こういう技を使えば作れるからあとね 3D ポリゴンだから作りたいなと思ってあのでも 3D デザイナーの人に逃げられちゃったから自分で結局また自分でケツを拭いて ブレンダー。ブレンダーのね、参考書ね、なんか83%オフでね、今ね、売ってるから、売ってたんですよ、n d ドルで。あ、これじゃんって思って。買って、アバター、しかもアバターの作り方なんですよ。っていう本。あ、これ俺のための本じゃんって思って。だから、これ、この AI を使って、自分の立ちを、立ち絵とかを作って、 まあどういう服にするかとか決めてないですからね、まだ。そう。で、それで作って、あの、うまいことを、あの、3D、なんか今よくわかんない 3D になってるから、私。あの、v イロイドハブで作った、1日で作った謎のやつ。そう。あれじゃあ、あんまり。ああ。 もう僕多分行かない気がしますね、コミケに。うん。コミケ行くならまだ、あの、ハロ、池袋ハロウィンフェスタとかの方が行くかも。そう。だってさ、まず、同人誌は通販とかさ、メロンブックスで買えばいいじゃないですか。<laughs> とかね、そもそも。なんで並んで買うんだろうみたいな感じになるし、そう。まあ感染症もまだ、 ね、やっぱあるし現,現地に行く必要がないというか危ないじゃないですかねあのワクチンだなんかさ前夏コミの時も熱が37度5分あるけど俺特効し,しようとかっつってなんか2回受けたら偶然こう37度5分を下回ったから入えたとかいうやついたからそう 怖いっすよねコミッケ帰りでコロナになっちゃうみたいなのはちょっと勘弁してほしいかなみたいな気持ちありますけど私 <laughs> 普通に、まあ、コミッケ帰りそうコミッケはやっぱね誰でもふと入ってふと出れる空間が良かったんですけどね気,気,気楽でちょっとねリストバンド買って 確認されて、あと熱も測られてとかってなるとちょっとなんか行きづらいハードルが上がっていらはいいらはいあのねやっぱりハードルが一個上がっちゃったかなみたいなまあでもそうなるとあれかなあじゃあ宣伝皆さんコミック v ケットに参加しましょうコミック v ケットあの VR チャット上で VR チャットってあれですよ。あの、言っときますけど、VR 機材なくてもさ、あの、動く、動くから、デスクトップモードっていうのあるんで、Steam ラインいいのかな ?Steam からクライアント落として、あの、起動するとあの、VR 機材あれば VR で動く。なければ、あの、パソコンのウィンドウ内で動くっていう。 で、あの、コミックブイケットとミュージックブイケットっていうのがあって、ミュージックブイケットは、あの、インディーズの人が作曲したやつを、曲を売れる空間あ。視聴とかもできるわけ。で、コミックブイケットは同人誌版なんですよ、それの。はい。エロがあったかどうかちょっと忘れちゃったけど、あの、なんかいろんな、あ,あるわ。 確かね、18金のね、のれんみたいなとがあ,あ,あって、前回行ったとき、そこから奥に置いてある同人誌は確かエロだった気がする。結構ね、VR で、あのー、立ち読みできるんですよ。<laughs> いや全部はできないですよ。あのだから、なんか、メロンブックスとかで、 サンプルとして読めるぐらいのページ数は読める。そう。あれ結構面白いんですけどね、普通と私は思いました。まあ、私の会社がね、そもそもメタバースをこう、進めていくタイプの方針で社長も動いてるから、あの、やっぱこう、 できるだけメタバースな感じでいきたいなと思っとるそうですね。っていうか、全然生成するのおすいな、これ、マジで。<laughs> 今日、今日がこんな遅いっけって思っちゃった、俺。なんかめちゃめちゃ固まってるんですけど、これ。マジで。まあ、いいか。 まあ、のんびりの、のんびり、のんびり。そう、だってもう年あか <laughs> ごめんなさい。おんざさんはもうほら、まだ休みとかない。わかんない。正月1日からはさすがに休みかもしれないけど、まあ仕事だから、あんまり年が締まった感じはしないと思うんですけど、僕はもう2022年終わってるんで、<laughs> もう終わっちゃったんで。 そうあ、パチンコはでも明日行ったらパチンコ行く,よ行くよりも液タブで絵を描けって感じなんですけどねあの僕ねあれちいかわだからああ心が2つあるーってパチンコを打ちたいっていうのとあの絵を描かなきゃっていうのを、ね、心が2つあるーなんで。 どうしたらいいんだろうっていう気持ちでね。いや、両方やるのがあれですよ。なんだっけあのー、ブチャラティと一緒。あのーマン、漫画も描く、パチンコも打つ、両方やらなきゃいけねえのが配信者のつらい <laughs> とこだなって。覚悟はいいか、俺はできてるっていう。まあ、できてるかな。<laughs> やるつもりはありますけどね。書こうと思えば1日で書けるから、別に1ページ、あ、一話。特に、あの、この AI を使って書くっていうのをね、まずちょ、挑戦していくっていう実験があると、僕ね、結構、マンネリズムすごい嫌いなんですよ。あの、同じことを繰り返して、していく作業、俺、すっげえ嫌いで、 え、会場限定とかあるんすかちょっと。会場限定でとか、あくどいですね、かなり。<laughs> <laughs> いやー、お客さんのこと考えてないっす。まあ、お客さんって言わないのか、コミケの場合は。お客ではない、ないんですよね、確か。 なんか僕ちょっとじゃあ何て読むのかって言ったらわかか忘れちゃったけどなんかそうお金払っ,た払ったんだから客だろうみたいな感じではないはず確かそうでも会場限定本かガっぽかっぽですかもしかして千円札をあのー ゴミ手にっぷりの同人誌書いてた女性の方とかそれでマンション買ったとか言ってたもんな羨ましいでも俺同人誌書けたあでもさ AI だけで書いたあのねあ同人誌っていうのが DL サイトにあるんですよ。あのね、1ヶ月で300万稼いだらしいっすよ。<laughs> 夢ある、夢あるっぽくないっすか <laughs> あの、自分のイメージイ、イメージとかじゃなくて、あの、え、マジで、AI で生成して、それを、多分クリップスタジオだと思うんですけど、吹き出しだけ入れたみたいな。吹き,吹き出しと効果音か。 だっけ入れたエロを描、まあ、いた人がいて実際にそれがなんとなんでだよあの残念ながら日本ではあの男子独身男性はね養子を持てないんで無理ですねそうやっぱいたずら 目的かかと思われるから,いたずらなんで小野田さんにいたずらしなきゃいけない性的いたずらをしなきゃいけないとかは全然わかんないけど <laughs> まあ小野田さんがねいくら島風くんの格好をしてあのお尻をフリフリしてきても俺はチンポは入れないと思いますからそう残念だね申し訳ないけど小野田さんもだからパパ活すればいいんですよパパ活パパ活 大田さんも一生懸命お化粧をしたりとかして、あの島風,島風の,あのコスプレ衣装とかをこう用意してあの、ね、いざという時のため、おちんちバキンバキンにできるようにちょっと鍛えて亜鉛とか飲んでね、あのエビオスジョとかを飲んで、それでお尻もきれいにしておきましょう。いちじく干潮で。それで、あのバトル。

ありますねよーく考えようお金は大事だよーそうなんか副業とかやってるとねお金結構ね生み出す方法いろいろあるあるなとは思ったんですよねどういうことかというとあの工数とかねあの自己申告制だから <laughs> いくらでも多く言えるんですよ そうだから例えばなんだろうな <laughs> あの例えばもうクソもないんですけどこの作業にあのえね本当は30分で終わったんだけど1時間かかりましたって言ったら1時間分のお金もらえるからそうねまあ僕そんなあくどいことをや,やってないですけど報告とかしてるから基本的にそううんまあ基本的にはですけどね なんかあ本業が忙しくなってくるとね副業のことどうでもいいやっていう気持ちがすごい強くなって都合のいい女みたいな使い方してるから副業そうだからねあんまりこう言わないようにしてるんですけどねあれな二個セントの。 ちょ、ちょ、待ってよ。ちょ、待って。止まってんじゃないか、ゼロパーで。いやー、ね。まあ、いいっす。僕が次に見に行く映画は多分ね、ドンブラザーズバース、あのあ,れあれと思ってますよ。なんだっけ、宇宙、宇宙艦隊なん,なんとかみたいな から、急な、急なんていみたいなのが出るやつでしょあれあれちょっと待って。なんか違う。なんか、なんか混じった。違うわ。キングオージャーの話。じゃ大事だ、それ。<laughs> あれな、なんだ今のやつ。なんか俺、な、なんか別、別のやつを、多分あれですね。スタートレックのどれか、だったね。それは多分、うん。 キングオージャーの話もしたいキングオージャーはね前なんですよねあの王様が変身していくってか王様戦隊キングオージャーとかいうこうまあタイトルは結構おしゃれおしゃれっていうかまあわかるじゃないですか。 ドンブラザー、アバタロー戦隊ドンブラザーズなんて一体何が始まるのか、もう、桃太郎テーマしかわかんないから、そうね。くっそ面白いんですけどね、結局。そう。何が、何がキビポイントだよとかって、2回ぐらいしか出てこねえじゃねえかとか思ったとか、いろいろあるんですけど、謎は全部解けないから、 いいいのかもしれない謎が全部解けちゃうと逆に興ざめかもしれないからただ絶対前回じゃあのドンバザーズはやるっからあの差が出てくるのかないやでもねそう あの木、ー、村さんがね、ちゃんと物をね、下から持ってきたりするタイミングがね、すごい、うちの会社あれ待って、ちょっと、なんか。やばい、ちょっと今、僕今、妄想してた。やばい。お酒飲みすぎて、木村さんと、木村さんって誰みたいな感じ、家事ちょっと、なんだんなってきちゃった。やべえ。な、なんなんだ。なんか今、今、マジでちょっと、 思考が夢の世界行ってた。<laughs> やばいな。今日ほんと眠くて、昨日忘年会だったから、全然寝てないんですよ、マジで。でも、やられてる。あれに、睡魔に。睡魔にやられてる。今ね、かなりスリップルか,かけ続けられてるから、この4%早く終わったら、ちょっと一旦、あれですね、配信、 はその辺にしておきますわでこ,このシステムを使ってあのうまいことを1月1日に何の絵が出てくるか皆さんにはね、こうご期待ということでそうあちなみに僕ねあの、昨日ね、忘年会の時にね、あの赤玉っていうね、なんだっとこれ、えーとね、ワイン ねあ、ポケットに入れて持って帰ってきたんですけど、これね、結構でっけえ、550ml のね、瓶 <laughs>。あれですよ、あの、だからビールとかの瓶ぐらいのレベルのやつでね、ポケットに入れて持って帰ってきたから、こう。ただ、これよく俺山と、山手線これ、ポケット入れて持って帰ってきたなとか思って。今日ね、あの、なんか、 えっと、ネットで、あのいつも Google ミートであの、えっと、いろんなね、報告とかやってるんですけど、そこで僕、あの当番になった。で、あの昨日なんか気がついたら赤玉持って帰ってきて、家で朝目覚めたらワインやってビビりましたとかって,って。あー、どうも。で ててでで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 、来年 MF ゴーストやりますよ。うん。まあ MF ゴーストは好き嫌い分かれると思いますけどね。MF ゴーストなあれ確かさ、さ、あのー、なんとかしげる先生あの、イニシャル D の作者の、 しげる先生さ、体調不良でさ、お休みしてるよね、今。<laughs> なんかもうずっとね、後書きが、もうね、やりたいことがないとか、なんか暗い話ばっかり、あまりにも暗い,い、ね、感じだったんですけど、いやいや書いてるっていう。そう。 欠かされてんでしょあまりにもイニシャル D が売れすぎたからあの車の漫画描けっていう圧を多分ヤンマガから受けたんだと思うんですよね。で「セーラーエース」っていう,こう女子高生の野球やる漫画描いてたのにあの女の子があんま可愛くないから独特だからあのなんか打ち切りになっちゃった。 セーラーエース別に見てなかったですけど、確かにね、そう言われると。うん。今頑張って処理してますね。うん。どんどんどんブラザーズ、どんどんどんブラゴーイン。もうどんブラザーズがどう終わるかだけがもうね、今年、こ今年ゃね、あの、 2月いっぱいまでのね、期待なんですよね。終わ,終わらないわけない。もうキングオージャーになるから、終わらないわけないんですけど、どう終わんのかなと思って。そう。いや、あの、終わりようがない気がするんですよね。終わんのっていう。<laughs> でも終わるんだよな、そう。なんかクランクアップしたって言ってたから、 俳優さんのブログで、あ、じゃあツイッターで。クランクアップってことは全部撮影終わったってことだから、あと編集、CG 版とかがせん編集したら終わるでしょう。<laughs> マジっていう。ドンブラザーズロスになってなっちゃいそう、俺。あ、でもね、キングオージャーがちゃんと面白ければ、キングオージャーを応援していきますよ。 逆にね、キングオージャーは面白いんじゃないかってちょっと思ってる。そのンドンブラザーズとか全怪者まではね、やっぱもうそれ、戦隊って大人が見ても楽しいの作れないんだろうなってなんかな思ってたけど、その2つでぶち抜いてきたから、だってね、まさか日朝ドスーパーヒーロー タイムでさあの指名手配犯の仲間をさ警察に撃ってさ笑顔でこっちを見るとか描写が出ると思わないじゃん。<laughs> とかあと自分の妻が出て行ったからって言ってさあのなんかフランス人形を自分の妻だと思い込むとかさそんな描写あると思わないじゃん。<laughs> 都市みんな トシキってやつが悪いんだっていうことでは思うんですけどなかなか面白いですけどねドンブラザーズマジでもう歌何でもいいからドンブラザーズ,ザーズ見てください本当にそのエッチなプリキュアの絵を描く林,林さんもすっげえ好きでねあのツイッター見たらねあのすっげえ描いてんの <laughs> <laughs> あああのー なんだっけドンブラザーズと、要は日朝のね、ネタをすごい書いてるわけですあ、やばい、もうあれだな、GPU メモリーっていうか処理をね、見たらね、張り付いてる。<laughs> 完全に。<laughs> メモリ使用量、もうマックスだね、これ、完全に。これどうやって減らせばいいんだろうわかんない、ね。 再起動とかなんだろうけど。まあ、い,いっすあの、のんびりのんびり。もうだってさ、年いいは、もう仕事納め。まあ、おん田さんは仕事納めしてねえけど、仕事納めだから、のんびり行きましょうよ。まだ前は23時だよ。全然だよ。昨日だってこの時間に配信してたんだから、俺。<laughs> それはどうかと思うけどね。酔っ払いな。 年末な、ブラックさん見てくださいよ、オンさん。でもそうなると俺さ、全裸監督見なきゃいけなくなるんだよな。全 <laughs> 裸監督見るためにあのネットフリーに入らなきゃいけなくなるっていうのがちょっと問題ありますよね。お金かかるじゃんみたいな。あれ30日無料とかなのかなネットフリックス見たことないんですよね。 アマゾンプライムでだいたい足りるから、俺の見たいものは。<laughs> だって見てるのも言うてね、ねドンブラザーズぐらいだし、あと映画でレディープレイヤーワンとか、まあ見てないんだけど、まだ、なんか、それなりに映画あるし、別に、あ、そう、シン・ウルトラマンを見た。シン・ウルトラマンは、なんかやってたから見た。 あの嫌いではない嫌いではないが賛否両論はあるだろうなとは思ったうん全然嫌いではないんですよ好きうんただなんかあのー、ウルトラマンがね人間性をつけていく過程がなんかよく分かんなかったっていうのはあったけどまあそれは多分 原理主義者だと思うから、安野監督は。まあ、安野監督が取ったわけじゃないけどね、樋口監督だけど、あの、そこ,こは理由があるんでしょうき。き、きっと。ブラックさんもね、な、何このシーンみたいなときに、全部理由があるから。いや、てか元ネタがあるから。そう、元 元ネタなんすよ。元ネタの仮面ライダーブラックの真似をしてるとこがあって、えー、みたいなね、思うんですけど、普通に。ちょっと待っちと、19%。ちょっと待っもう結構時間がかかるね、これ。なんか前久しぶり、前あの、機関車トーマスの先端にあの爆乳の女の子をつけようとした時とき、ね、と、 に近いぐらい今時間かかってるけど、ちょっと待って。あの、ま、許して、ちょっと、ま、ま、のんびりと。他の、他のことしながらでいいよ。オニにしながらとかさ、乳首をつまみながらでも全然いいですから、はい。全然いいです。そう。そんなこと言いながらもうニにしてんでしょみたいな感じで、ちょっとわかんない。SS の女の子のふりをしてみたけど。僕ね、 あれですね、リモートワークになってからね、おかずをネットワークからね、集めることがね、だって誰も見てないからさ、多くなって、すげえエロ,エロ画像増えちゃったもんね。ちょっとどうかと思いますよね。エロ画像、エロ画像、チンポが立って、えー、ホワイト、 みたいな。ジヤマリジヤマリのす。ごめんなさい。あの、これちょっと今、女性ファンなくしちゃったな。ラムラさんに、あの、氷川清と同じぐらい必要不可欠な女性ファンをなくしてしまったな今。ホワイトホワイトクリスマス。まメンは夜ふけすぎに。 雪へと変わるだろう。さらない。うーふーりない。ちなみに、あの、クリスマスソングってもうさ、夏メロしかないから、またほら、あの、新しいグループがね、クリスマス限定の歌とかで、バズればいいんですよね。 昔ほら結婚式の歌っていうと赤青黄色の一生を続けたテントウムシがシャッシャリレテー入れてっていうやつテントウムシとサンバだったのがあのえー、っとあれえー、っと AKB モ,モーニング娘かモーニング娘があのパラッパラッ パラ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 ッパッパって「父さん母さんありがとう」っていう大切な人ができたのですってやつになったよね。あれねうちの弟のね嫁さんがねいきなりサプライズであの衣装を着ながらねあの歌を踊って踊歌って踊ったのを見てねちょっとびっくりした。 世代交代したなって思ってでもクリスマスはの歌とバレンタインの歌はねあ,のあんまり世代交代しない気がするんだなまあ年に一度しかないっていうのもありますけどないよねだってクリスマスの曲あるなんか「ジングルベルト」あと「雨は夜更けす 次に <laughs> とあとクリスマスが今年もやってくるぐらいしかな,なくない <laughs> なんかいや他にもあるんでしょうけど、ね、あも,もしくはあのブレンパワーのジョナサンがあの何歳の誕生日も,もずっと待ってたクリスマスプレゼントだろとか言ってカードもだとかってそう。 これアメリカではネグレクトの象徴になるらしいですね、これは。そう。日本的感覚だと、なんかまあそんなこともあるんじゃないのって思っちゃうけど、アメリカで見ると、ちょっとそれはおかしいね、確かにって。なるんだって。そう、そうなんだ。確か。だって俺別にアメリカ人と結婚するとか予定ないし。 ちなみに僕の会社の人はね、あの、嫁さん外国人だって言ってたから、すげえ、国際結婚じゃん、みたいな、思いましたよね。国際結婚どうなんですかねなんか僕の元カノもね、国際結婚しようとしてたんですよ。なんかね、僕と付き合ってた時から、あの、目の青い子供を産みたいとか言ってたんですよね。 で僕と、あの、レックスー足立侑美主演。レックスってやってもさあの、生まれないわけじゃないですか、青い子供。よっぽどの、こう、突然変異しない限りは。ってことは、俺とは結婚しないのかなみたいなね。まあ、案上しなかったんですけど、そう。つらかったっすよね。いや、別にいいんですけど、<laughs> 青い子供を産みたいとか言うのはちょっとファ,ファン、フチ、不思議ちゃん的なの入ってません <laughs>。<laughs> 要は、なんか目の前の黒い目の人間を否定してるんですけど、完全に。あと、髪はブロンドがいいとか言ってたね。なんか赤髪がいいとか言って、シャンクスかよってレベルなんですけど。 赤髪がいいって言われて、じゃあ俺ダメじゃんねっていう感じで。いやー、いや僕、ナンパとか全然できてないから、こういうとこはいけないのかもしれない。そう、ナンパとかできればね、って感じですけどね。あ、大丈夫俺ちょっとごめんなさい。今、頭振っ、ふっとんでたから、会話の前後、繋がってなかったら、ちょっとごめんなさい。<laughs> やばい。と、飛び飛びになる。やっぱ眠いのかななんとかして、あれ、もう一個、あ、あれを、あれを作りますかイラスト作りますかちょっと。何でもしますから、許してください。っていうね。うん、うんっていう感じですけど。うんハテナマークって感じですけど。すげえ負荷出てますね、これ。やばいな。 ちょっと待ってね。ちょ、ちょっとどこじゃねえな、もうこれ。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ時間かかってる。まあいいです。そういう、さあ、ダメと、ああ、たこれ、一回再、マシンの再起動してないから、キャッシュたまって、るんですね。ユニティの開発タッシュ、キャッシュが。具体的に言うと、3日間ぐらいね、再起動してないから、たぶん重いんね。 でもね、大丈夫。さい最後のねえが十一パーまでいったからあともうちょっとだと思われるどんどんどんブラザーズどんどんどんブラゴイングどんどんどんブラザーズどん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 イェーイ はっちゃめちゃに暴れやろう。完璧さ。そう、僕ね、パラパラじゃないけど、ドンブラザーズのね、オープニングテーマ踊れるようになりたい。ちょっと。踊り方のなんかし、し指南みたいのがさ、動画で上がってるんですよ。で俺でも、それ子供向けだから、大人向けの。 ガチなやつを覚えて俺一人踊れてもしょうがないから5人集めてねいつの間にかなんか壇上に立っててこうどんどんどんブラザーッし流してもいいかなみたいな気持ちになってますけど。 あでもそれをやったや,やるとしたらタイミングはぼ忘年会だったから今はね忘年会終わっちゃったから新年会があるかもとか言ってたけどちなみにね某ねサイバーではねあのの私のいた部署では必ずね年が明けるとあれやってました あのなんかお祓いお祓いやってたあのね行きつけの神社があってそこでねあのなんか一人一人こう願うみたいな安全祈願みたいなやつでそれでね,ねやってましたねすごい 穴黒の話してますけど、やっぱ穴,穴黒からスタートですよ。そうそう。<laughs> わかんないけど。まあまあ、それで、まあ、だんだんか拡大してきったわけですよね。おろし,うしよう、ね。おしじねあの。 ラ,ラーメンとかがそうそうそうなかなかあと本当にあと半分ちょっとだから38%なんね。いやちなみに今日だからゴジラ勝ったから明日アズレン打ちたいんだけどアズレン回らなそうだな、ね、んだよなー なんか今ここであ「回るアズールレン死」っていう人いたら書いてほしいんですけどないかなんか噂によるとね秋葉原がね結構ね暑いらしいんですよでもさあ,あのまず台盤にす座れないと意味ないから1時間ぐらい無駄なことするのではっていうか 記念が晴らせないんですよねアズレーン台数少なすぎるんですよ、はっきり言って。あの、アイランドで14台あって、一応、ピアは 3000? あ、でも書いてある。かホームページ書いてあった。 なんか今あ、ごめんなさい、ホームページ、僕の、ね、今、夢の中の世界のホームページかもしれない。やべえ、もう会話ができてないよ、ちょっと。雨は夜更けすぎに、雪へと変わるだろう。さああ。ね。 どっちだんこ見てますかガチガチのチンコとか言ってるの <laughs>。どっちだンコ今ね、マジで結構ね、ソしゃげのログインボーナスと、月曜日にどっちだンコ見るでしょ火曜日にはちょっとわかんないですけど、水曜日。 木曜日にチェンソーマン第2部見るじゃないですか。結構やられてるんですよね。あれ水曜日だっけえ、あ、じゃあ木、木曜日だっけチェンソーマン。金曜日だっけあれちょっと待って。今日水曜日だから、水曜日だな。で、プニルを木曜日に見ると。そうそう。プニル。 プニルでしこったことは、ファンアートでしこりました。いや、なんでせ、なんでそこをさ、暴露するのかを。今の僕には理解できないけど、そうね、プニル、ギャルプニルのね、絵で、 別にスピードに影響はないみたいです。<laughs> あ、あ、アホでした。はい。私はアホでございます。もうみんなあきれて寝,寝てると思うんですけど寝、寝るのが正解ですね。はい。早く、早くしてくれ。あと、あと25%なんですよ明日パチンコ屋どこ行こうかな、マジで。どこがいいと思います どこ行こっかにゃ最悪、あの、エバゴジを打つっていうのも俺ありだなって思ってはいるんですけど、エバゴジ、エバゴジはね、でもどこでも打てるからさ、あんまり、あの、もっと面白いの打ちたい、面白いって言われたら、アズルレーン打ちたいんですよ、とにかく。あ、お、進んだ、ちょっと。アズレーン打ちたいから、 マズレーン置いてあるとこが結構少ないし、4台しか置いてないとか、絶対売ってないですよね、そういうとこ。マズールレーンをね、したいんだよな秋葉原は回るって聞いたんですけどねで。マルハン、近所で一番入れてあるとこマルハンじゃないんだ。ピアなんだ、ピア。ピア10台置いてあるから、 絶対座れるんですけど、すげえ回んないから、だってピアだから、つらい。でもね、丸半もね、全然回らなくなってた。やっぱ年末の釘って回らないんだなって思って。そう。年末年始とゴールデンウィーク、あとお盆、この釘、連休中の釘は回らないんですね、っていうあの、今、 だからね僕今日、エバコジで勝ちましたけど、回んでもマジで、本当に。1万円で10回、11回てぐらいしか回んないから、ちょっときついんですよ、マジで。だずっとね、あれだもん。あのデモ画面だもん。<laughs> あのデモ画面つうか、あの、あれですね。あの弾が入ってないから、図柄が変動しないままの状態になってる。あれ一番恥ずかしいんですけど。 や、やめてほしい。早くね、一旦も入ってほしいわけですよ。辛い。こんなに釘締めっていいんですかっていう。こう、ね。あの、公安調査、公安調査庁じゃねえか。あの、ね、生活安全課みたいなとこに言いたいくなるよね、やっぱり。多分別に。あ、お、お、進んだ。今73、73%まで行った。えっ、ー、と、ちょっと、いける。いけるんちゃう もうちょっと、マジでこれでちょっと出したら終わるから、これマジで。あと27%。だ、だか、なんか瞬間的に急に進み出すんですけど。はくはく。ハリーハリー。ポッターポッタ。ハリーポッタ,ーッター。あ、ちょ、明日ちょっと待って、マジで、どうしよう。マルハン。マルハン行くか というかね、平和島に行くっていうのもあるよ。ちょ、待って、平和島、あそこ、あれ、増やしてねえのかな平和島、あと、レイトギャップ平和島ってとこがあって、結構ね、いい店だって言われるんですけど、そうかなと思うんですけど、レイトギャップ、あのね、あのー、隣接したとこにね、あれがある。け協定、<laughs> 協定場があるんですけど、 そう。あと、映画館があるから、映画見ることもできるね。あと、なんだっけ、温泉、天然温泉みたいなのあるからね、温泉に入ることもできるっていう、ちょっとで、まあいい、いいことといえばいいことがある。たね、ちょっととね、駅から遠いから、バスが出てるんで、バスにね、100円なんですけどね、乗るか、しないといけないかな、みたいな。あここ多分、あずれ4台しか、あ、4台だ。ああ、4台か。 はずれ4台って結構ね、きついんだよな。明日、朝、あれかな、なんだっけ、丸半にな、並びたくねえんだけど、マジで、こんな寒いし、並んで朝取るしか多分取れないんじゃないかって思いますけどね。で、並んで朝取るの良くないことだと思ってるとこが1個あって、あおいきなり進んだ。 絵が出てくる出てくるなるなパチンコ屋並ぶとあの第さあれなんですよねあの他の何なんか第ちょっとで1万発とか出てもねなかなか離れられないというかせっかく撮ったしみたいな感じになっちゃうんあれなんかあれ映像出てくる 更新されてねえよ。<laughs> あれなんだろう。あ、エラータイムアウトとかなってる。あ、プリーズウェイトモーティントトライアゲイン。ああ、わかりました。はい。じゃあ、えー、っと、ちょっと皆さんごめんなさい。えっとね、無,無理っぽいので、あのー、今日はこの辺にしときます。あと僕ももう眠くてしょうがないんで。 終わりますね、じゃあ、あのー、見てくれた方、どうもありがとうございました。でね、こういう感じで、ちょっと、あのー、イラストをちょっと作って、1月1日に、あの、お年賀を、お年賀ツイートするんで、あの、まあ、なんかき、ぼちぼちと期待しなくてもいいんですけど、期待してもいいですよっていう感じです。はい。じゃどうも、ありがとうございました。 でいいかなはいお疲れ様です。はー